お、来たぞ。こんばんは。あ、カイパオさん来 た。来たぞ、カイパパ。すげえ久しぶり。すげえ久久ししぶりなんだけど。ぶり。久しぶりだ。マジ久しぶりっすね。かよ。お久しぶりっすね。久しぶりっすね。もう、このゲーム以外みんな集まらねえんじゃねって感じじゃない？ でしょうね。だよね。まあ、だっばらて、けてますからね。俺、買ってないゲーム多いもん、みんなが買ってて。だってあれでしょ？一つおすすめしとくと、クソゲーのスノボゲーみんな買わないんでしょ？どうせ。スノボゲそうそうそう、UBI がさ、22日ー？ に、スティープっていうね、ウィンタースポーツ系のゲームを出すんですよ。多分1回目みんなで感動して、2回目からダリーって言ってやんなくなると思うの。だってさ、ウィンタースポーツって結構やばくない？滑って終わりなんだよ、基本的に。でも、そりゃそうでしょうね。でしょ？それ4時間も5時間もみんなでワイワイできる？できなくない？もういい加減飽きたよってなっちゃうと思うんだよね。ゲームも内容によると思うんですけどね。どうかただ滑るだけだと思うよ。な。技術を磨く。いやだからね、そういう私クソゲーが大好きなので、なかなかね、みんな買おうぜって言えないじゃん。なんだっけ、ちょっと前にやったあの変ななんか戦うゲームだってみんな買わないでしょ、どうせ。戦うゲーム？フォーホナーっていう剣で戦うゲーム。買わないでしょ？だっああ、て、買えないかどうですな。かって言われたって俺おすすめしないからね。おすすめできないよ、あんなゲーム。だからね、みんなと一緒に遊べるのってこのゲームだけなんだなって。ウノは？ああ、そっか、UNO ね、あったね。UNO 考えもんだよね。いや、でもシルバーさんは UNO 絶対やらないね。UNO やらない あれだよね、スチームみたいにプレゼントできればいいのにね。そしたらシルバーさんに UNO を送りつけるっていう。やろうぜって言って送りつけるっていう。さて、じゃあ、誰か、部じゃあ、屋をオーカーサルトを忍見て者いただとけま入すれか。てやってみましょうか。さあ、僕もう打ち方すらわからないですよ。マッチングすると思うんですよ。あ、そっから？あ、そうだよね。でもこのゲームってマッチングするの？まだ。いや、でもこのさ、間ね、もう新しいゲーム一じゃ時ない期よりはから。随分マッチングするようになりました。何？一時期マッチングしなかったの？やばくない？11月の頭の頃はマッチングしなかったですあ、そうなんだ。なんかあったのかな？さあ、じゃあ今日マッチングするのかな？あ、そういえばなんかシルバーさんとタイチャさんがツイッターで言ってたけど、コミュニティのアプリようやくできたの？遅えよって感じじゃない？遅えよって感じだよ便利、ね。便利ですよ、便利。便利？もうだっ便利、便利。てあのコミュニティだってもう大半死んでるでしょ。今更さ、そんなもん追加されたって生きてねえよって感じじゃない？ まったくもってどうしたもんかって感じですけど。さあ、どうかな？誰か今突っ込んでる？今突っ込んでね、ちょっと待ち中さ、覚えよう。そう、最適。なんかさ、2ヶ月ぶりだから、ちょっとやっとこうかなって思ったんだけど、気力が湧かなかった。大体何のモード行けばいいのかも分かんなくなっちゃった そう聞かされちゃったね。だってさ、これでデススターなんて言ったら多分今日時間に来なかったよね。もうやらないって言っても来なかったと思うんだよね。いや、久しぶりに見ると楽しいかもしれないですデよ。ススター？ 1 マップ目クリアできればいいけど、クリアできなかったらどうすんの？ 投げるよ、俺。あ、そういや、誰か VR 買ってないの？シルバーさんとか、タイチャさんとか。いやー、VR 全然売ってないっすよ。売ってないんだ。なんかうちの方、中古で結構出てたよ。中古で あれだよね、多分買ってみて、これは無理だって言って売ったやつらだろうね。定価より安いんだったらじゃあ買おうかな、そういう中古で。どうなの？気持ち悪くなるんで、おえーってなんじゃないな。
あのさ、ゲーセンになんかスター・ウォーズのゲームあるの知ってる？ああ、どれだろう。あのプルポットかな。あかな、あのでっかい筐体の。うん、この前、うちの坊主がやりたいって言ってやったの。2人で中入って、吐きそうになった。誰もいねえじゃん、これ。誰もいないよ。ちょっと、これ待つの？あ、シルバさん出てた、出よう。そう、なんだろうね、すごい気持ち悪くなる。だから VR も似たようなもんかなって思った。うん、さあこれどうすんの、どうすんのこれ。あ、どうしよう、どうする、どうする、どうする、これ、スイッチで配信してるよ、事故だよ。え、あ、このままいくとゲームできなくて事故っちゃうよ。じゃあ適当に40人モードにするかね。これさ、ローグワンが入ったところで人いるの？どうしようね。でもやってる人はいるんだよね。うん。新しい人もいったような、いる感じですけどね。あ、そうなんだ。うん、なんでなんだろう、なんでこ新しい人は来たんだろう、すごい聞いてみたい。新しいなんかパックが発売されたじゃないですか。え、そんなの発売されたんですか、このクソゲーに。バグも取り除いてないのに。ひどい話だ。ひどい話だよそれは。あ、人いねえな、人いない、うん、いないね。困ったぞ、さあ困ったぞ、パーティー、これ入れる場所がないぞ。4人パーティーだからダメなの？4人分の余りがね。4人分の余りすらないの、このゲームはもう。もう。マジかよ。なかなか渋いっすね。渋いっすね。ターニングポイントだったら入れるかな、もしかして。え、ターニングポイントって今人気あるんだ。え、微妙に人気がないから、4人分は気があるかなと。微妙に人気がない。すげえなー、これがあれですね、俗に言う限界過疎ゲーですね。うん、おかしいな、すごいんだろう。なんかこの間ターニングポイントやったらすごいなんかボーダチマンばっかりでびっくりしました。何それ、どういうこと。ボーダチマンボットなの？こいつら先に進まなくて撃ってるだけだなみたいな。ああ、どうしたんだろう、映画を再現してるのかな。なかなかカオスでしたよ。そうなんだ。ん、いや微妙だぞ。あー、これはどうかな。向こうが一人でも抜けると終了モードになりそうな気がしなくもないけど。頑張れ。でも向こうの4人は多分4人ポコポコポコってきたじゃん。うん、って思っただろうね。って思っただろうけど、だけど俺たちがいなければ4対1だったわけでしょ。向こうも向こうでパーティーなのかな。お、増えてきたぞ。どうなんだこれは。あと10人。どうなんだ。あと10。絶望的数字なんだけど。あと10人って何。マジっすかって感じだけどね。来てほしいけどな。ダメ？これサーバーはどこなの？アメリカ？アメ西だった気がするな。西か東かどっちか。ああ、アメリカでこれなんだ。なかなか渋ちんですね。アメリカでこれってやばいよね。アメリカ人3人とスペイン語とあと日本語がいるね。あれか。トランプって誰か名前変えてきなよ。そしたらいっぱい来るかもよ。ねあれでもあれか、逃げるのか今向こうの流行りは。そうなんじゃないですか、トランプを見つけたら逃げなきゃいけないのか。トランプだったから部屋が壊れちゃうからやめとこう。なかなか、なかなか、ちょっとこのゲーム大丈夫なの本当。
隊長さん もうなんか遊べる気がしなくなってきたんだけど大丈夫なのこれ。そうそうそうね。そうそうだね。え、隊長さんは結構頻繁にやってんのこのゲーム。あ、やってますよ。できてる？いや、できてるできてる。あれおかしいね、俺いるからかな。じゃあやめよっか俺。すげえ逃げる口実をめちゃくちゃ探すっていうね。あ、隊長さん逃げちゃったよ。もうちょっとデススターは人いるの？デススターやってないもん俺。そう、こう大変だなこのゲーム。ちょっと今んとこね、配信して何分ぐらいなのね、わかんないけど十何分ぐらい多分ずっと話してるよ。食べてる。大変だな。大変だよ。これもうあれだね、配信すらしちゃいけないゲームだね。どうすんのこれマジで。本当。何できないって。あ、そのうち見つかりますね。本当っすか。ちょっと絶望しか感じませんけど。大丈夫大丈夫。いやー、なか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 あれな感じっすな。あ、でも先に入ってればよかったんだね。あー、どうなんだろうね。お、入れたよ。ウォーカーサルト いっぱいいるじゃん。え、バグだらけのウォーカーサルトっすか。はい、はあ、もう文句しか言われない、入っても。入ったら入ったら文句言うしよう。エンドアなの？え、やっぱこのゲームエンドアなんだね。みんないなくなるのは。なんでなの？エンドアですか？まあ文句ばっかりなんだからもう。本当だ、もう文句しか言わないよ。もう情熱がないから文句しか言わないよ。だからね、毎日配信してた時は、ね、そんなことないって言って頑張ってたけど、まあ、あれだよね、心折れてから死ねばいいのにしか言わないよね。さあ、じゃあ2ヶ月ぶり頑張ろうかな。何を頑張ればいいんだろう。あれ、別に何も追加されてないんでしょ。ね、あ、ないね、ないっすね。そうだよね、EA がそんなことやってくれるわけないよね。うん、次のローグワンでなんか武器とか追加される。カイパン？でだって次はあれなんでしょ、何、砂浜でキャハハウフフするんでしょ。あ、まあ、そうね、そうなんでしょ。さあ何使えばいいんだろう。いや、ほんとわかんねえな。ちょっと単発でもやっとこうかな。さあ、操作どうやるんだろう。シルバーさんからパートナーの招待受けてんだけど、超怖えんだけど。俺、シルバーさん2ヶ月ぶりなんだけど、パートナー招待受けたって俺多分役に立たないよ。どうやってやろうかな。懐かしい、懐かしい、懐かしい。ハンソロ先生がいるよ。海木さん大丈夫か。何これ。ジャンプか、海木さん。うんね、ジャンプ、ジャンプ。あれこれ逆か、逆か。おっ、どこの方か。危ない危ない危ない、大丈夫か。はい、痛い痛い痛い。ああ、わからない。しかも PS4 を起動すること自体が超久しぶりすぎて、もちょっとやってらんねえんだけど。やってらんねえ。めっちゃくちゃ難しくない？あ、パッドでかい。そう、パッドが難しいんだよ。パッドで FPS とか笑っちゃうよ。笑っちゃうよ。出た出た、パッドで、パッドで FPS とか何言ってんのみたいな。いやでも超難しいんだけど。よくこんなもんでやってんな、みんな。ちょっと頑張りすぎじゃね。なんでこんなのでできんのよ、信じらんねえわ。痛い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 。ああ、 ATSC だ。懐かしい、ね、懐かしい、久しぶり見たよ。相変わらずだね、クソみたいな顔してるね。なんか痛い。あと4ロボット。グリード先生いるよ、グリード先生。賞金稼ぎのグリードを倒した。あれさ、もしかしてこっちのファンソロってうんこなの。おおおおおお。
っていいですか。どうかな。いいでしょうか。はい。パッドがクソすぎて遊べないです。どうしたらいいんでしょう。当たらないです。当たらないのよ。新鮮だな。あんなにバリバリやってたね。ねえ、すげえバリバリやってたのに。完璧でバリバリやってたのに。上弱ゲームパッドでやるのが難しいっす。それ状況っていうんじゃねえのかよって感じやね。やべえマジで超難しくない？よくできんねこんなもんで。そうっすね。皆さんニュータイプですか？ニュータイプじゃん。ジャンプ。まずジャンプ。ジャンプ。危ない危ない。ちょっと話してる余裕がないんだけど。どうしよう。視点変えないとダメだ。もうなんか。え、何このポンコツパーティー。マジで。使えねえな。どうすんのこれ。視点どうやって変えんのとかも言ってる時点でめっちゃやばいよ。視点？あ、下長押しちゃったか。視点っていうのは視点帯だよね。PPS、FPS とかだよね。違うの？ああ、そう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 。あ、すごい。あ、敵どこ？どこに？いたいたいた、後ろから来てんじゃんよ。何これ。後ろから来てるって。全然買わないっす。どこ、みんなどこいるの？っていうか、これ今どこいる、何やってんのこれ。あ、え、何これ、知らない間に1ラウンド終わってるけど。ATT が攻撃できなかったの？え、どういうことどういうこと、意味が分かんないんだけど。ああ、それはね、うちらが弱いからですよ。そりゃそうだよね、視点どうやって変えるのとか言ってるチームの。やばいよね。お、何すんだっけ。やった、1キル。おめでとう、1キル。1キル。おー、敵いっぱいいる。海馬さん、対戦なんだか敵いっぱいいるって。あー、なんか後ろで赤い点ゴール。あ、本当だ、赤い点がいる。ハンソロが超逃げてんだけど、こいつ早く死ねえよ、マジで。なんだよ、このハンソロ。やる気ねえな。あれ、あ、ね、敵のヒーローがね、通信機守ってる。あ、え、上の？ボバフェットだ、ボバフェット。もう、久しぶりじゃない、やばいっす、やばいっす。上の行き方がわかんないっす。上の行き方がわかんないっす。やばいよ、フルリセットされてるわ、もう。どこで何をやっていいのかがわからない。通信機が止められてる。うん、それはまずい。通信機ってどこあんだ。記憶喪失でるっけ。ね、もう脳に障害があるレベル。うっそん。いたずずずず。よし、地雷だ。全然通信機が開いてない。なんかちょっとよくわかんないか、俺敵倒してるわ。シルバーさん何やってんだ。シルバーさんいたぞ。いたぞ。いや、シルバーさんがどっか行っちゃったんだよ。ほうほう。なんだなんだ。レーザーマイン。いや、怖い怖い。あ、レーザーマインなんてあったよね。思い出した、少し。思い出したぞ。すごいものに反応するよね。レーザーマインだ。レーザーマインだ。レーザーマイン。設置しといてよ、レーザーマイン。また上に24で伸びる。あ、そう、伸びちゃってなかったな。いろいろ思い出してきたでしょ。うん。どこどこ。おうおう。近づいて。レーザー前にやれちゃったよ。マジで。
なかなかマニアックですね。マニアックっすね。あれ敵なのか味方なのか分かんないね、あの光線が。釣られちゃったよ。米国軍が通信シグナルを停止させた。すぐに通信を回復せよ。すぐに通信を回復せよ。なんか流れちゃってる。全然通信機がないぞ。困った。痛い。て強いな、相変わらず。大変ですね。シルバーさん、やばい、ATAT がいる。こっちに ATAT がいるぞ。あ、シルバーさん開けられんじゃねえか。どうぞ。あ、やべ、オービタル、オービタル。どうされちゃう。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。で、殴られちゃった。TST 倒せないっす。やばい、痛い。なんだ。あ、シルバーさん死んじゃったよ。いやー、三角ボタンが押せないし。ねえ、なんか半ソロばっか出てきてんだけどさ、なんかあんの？半ソロって強いの？いや。変わってない。そうなんだ。なんで半ソロばっかなんだろう。なんかブームなんじゃないの。そう、ブームで半袖呼ばれてもすげえ困るんだけどな。よいしょ。ATD 攻撃ターンですよ、皆さん。もう終わっちゃうけど。どうしたらいいですか。あの攻撃の仕方が分かんないんですけど。どうすんだっけ、あれ。てか相変わらずあれだよ、攻撃できる武器がねえ。もう攻撃ターン終わってんだよね。終わってますよ。パラパラ打ってる人いるんだけど、なんでなの。なんかめちゃくちゃじゃね。ルーキーじゃないでしょうか。マジで。ヘイルーキーって誰か言ってやるよ。このゲームボイスメンだもんな。いや、期待のルーキーなのかな、いつまでもパラパラ打つの。ボイスあったらボイスあったら大変じゃないですか。そうだね、このゲームはね、ない方がいいかもね。ボイスあったら罵声の嵐だよね。FPS ってそんなもんなんじゃないですか、ね、いやー、よくないでしょ、それは。教育上よくないね。ね、教育上よくない。タレットの射程が強くなったな。なんか行くぞ。ベイダーだ。いい感じだったお。外れた。いやー、バイク乗って帰ってきたよ、みんな。ちょっと敵。バイク。いてー。超だろ。痛い。おー、ビーバーちゃん。あ、半ソロがいる。そう、半ソロばっかなんだけど、マジで。じゃあ半ソロしか出てこない。なんか半ソロ。半ソロです。しかももしかして同じ人？かもしれないね。って感じだけど。来た。痛い。お、すげえ、解剖さんやった。おめでとう。いた。敵が近くにいる。なんかやられてる、どっからか撃たれてるよ。あ、岩の上におる。岩の上。棒立ちしてる。棒立ちしてるやついたって。出て。ワンショットマンだ。
大立ちボムショットマンだ。出せ。大立ちボムショットマンは強い。いやー相変わらずなゲームだな。お、僕の前タレットちゃんが順調に抹殺してくれてるぞ。いよいよタレットちゃんもっとやっちゃってよ。ピピ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 ピ。それ味方なの敵なの？あ、見分けできないよね。できないよね。わかんないだから怖い。俺さっき通信機に貼り付けてるから大丈夫だろうと思ったら爆発したよ。爆発しちゃったよ。本当なめんなよって感じ。いやー敵が強いですね。敵強いね。こっちが弱いのかな。まあしょうがないよね。ATP の攻撃の仕方わかんないでしょ。敵が近いぞ。ダメだ。痛い。わあ、シルバさん後ろだよ後ろ。やれちゃったかな。お、生きてんじゃんシルバさん。頑張ってんね。あれシルバさん防キャス装備してたよ。今防キャス熱いの。何ちょっと時代に乗れないんだけど俺。ちょっとナウでヤングなガイさんだって教えてよ。どうなってるの今。ナイスガイ。今のトレンド教えてよプリーズ。いやいやいや。どこだどこだ。いた。お。やったー、ヒーローだ。はいから TK は強えな。シルバさんここがどこかわからない。この作戦ではサラスタンの操縦士ラインナンが支援に加わる。やった。でも少し溜まってんじゃん最終ラウンド。うん。頑張ってるよ。ねえ頑張ってんじゃん。危な。ないな。みんなその調子で頑張ってくれよな。どこだ島に。これ島にいるぞ。あ、ええー、ここから来ちゃったよ。なんだよ。いや。帝国軍はどこだ。抹殺してやる。はい、結構溜まったなこれでも。ね、溜まってるよね。溜まってるよね。1,2 ラウンド目ひどかったじゃん。うん、我々の応援は。うわ、天下だ天下。天下来た。そうでんか。そうでんが。よし、さすがおっちゃん。さすがおっちゃん。言う言葉は分かってね。おっさん、おっさんだよね、おっさん。痛い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 。味方にボムショットしよう。味方にボムショットもうダメだ、このチーム。ダメだ。意味が分からないのがいるって。まあでも久しぶりってそうなっちゃうよね。多分緑色だったけん誰か。コスチュームがねちょっと変わってるからね。いやね、わかんないよね。俺が緑だったけん誰か三人でいち。そうか。あ、ダメ。はい。すごい痛い。いや久しぶりすぎてわかんねえよマジで。これ何したらいいの。隊長 ATAT が攻撃できません。どうぞ。
あれ、天下の暴れまくる。あのさ、パラボナに乗んない人たちは なんでなの？パラボナに乗っちゃいけないルールとか今あんの？そんなことはないよ。本当？そんなことないかな。そんなことないよ。先生、ATAT じゃなくて俺に、あれが落ちてきました。なんだっけ？もう、あれさ、オービタルが起こってきた俺に。味方の。いろいろあるね。いろいろあるね。楽しいね。ジャフー地獄だぜ。あの地に攻撃を集中して。来てんの。負けちゃったよ。あ、デンガ。おお。倒した。デンガ終わったとこで。シルバーさんやるじゃん。いいな。今のかっこいいな。もう勝ち負けどうでもいい。あれ。ちょっとパッド勢俺に負けちゃってるぞ、どうすんだこれ。パパパッドで FPS とか言って、うわ楽しんでたけど負けちゃったよ、どうすんの。なんだ、全然衰えてないじゃないですか。いや、どうだろうね、やることやってないよね、間違いなく。間違いなくやってないよ。シルバーさん、だシルバーさんさ、すげえよ、なんかやっぱり前線奥にされるんだけど、シルバーさんと組むとすごい嫌なんだよ。いや、おらしにやらなきゃいけない。本当だよ。超怖いよ。だシルバーさんで復活すると前線奥になって倒さないと殺されるっていう。もうみたいな。すごいよね、うん、ロシア兵だよロシア兵。交代は即死ですみたいなさ、怖いよね。そうか、はい、そっかそっか。いやでも2か本当ね、2ヶ月ぶりちょっとディビジョン10分ぐらいやってるぐらい。ディビジョン。そう、ディビジョン珍しいでしょ。珍しいですね。ちょっとニューヨークを歩いて、今日も吹雪いてんな、ログアウトみたいな感じ。なんですか。カイパパさんにパートナーを送る。あ、カイパパさん、これで前線送りだ。前線送り。前線送り。まあね、スター・ウォーズの現役組と組まされると前線送りだから。いやー本当ね、パッドで FPS はすごいよ、本当に感心する。よく動かせるよこれ、うん、難しくないめちゃくちゃ。ちょっとそれでもやってんじゃないですか、ね、いやー今や久しぶりにやってみて、ちょっとやってる人たちアホの子なのかなと思っちゃうよ、すごい難しいじゃん。新鮮でしょ、新鮮し、そうね、新鮮かもしんない。だってさ、何この正確性のなさ、イラッとするって感じ。ちょっとタバコ吸ってきますね。はい、じゃあ俺も。あ、みんな。なっちゃう。まあ、いっか。あんまか。今最近ディビジョンだいぶやりやすくなってますね。あ、そうなんですか。やりやすくなったって、うん、あ、武器も装備もすごく出やすくなっとるから。まあそうなんだ。うん、集めやすいかな。シルバーさんの背後霊できる。死んだ。シルバーさんがうろうろしてるぞ、うろうろしてるぞ。シルバーさん何やってるのかな。面白いね、シルバーさん背後霊してるの。今日シルバーさん気持ち悪くないからやめて。わざとすげえグラグラ揺れてんだ。シルバーさんが乗った。あ、本当だ。待ってくださいよ、上空で。上空で頑張ってくれ。うわー、なんかどうでもよ。あ、でもこれ勉強になるね、シルバーさんの飛行機見れるんで。あ、そっか、今飛行機か。そうそう、俺パートナーだからさ、あの復活しないとシルバーさんの動き見れるんだよ、ずっと。うん、うん、ちょーっとー、え、やばい、入力時間制限。あ、レーザーマンのアタック。見てたよ。考えた。考えた。ちょっとベテランさん、レーザー前にやられるのはどうかと思いますよ。どうです。いいんだいいんだ。
はい、どうも。2525プレイヤーで誰だ、タボさんかな。タボさん来りゃいいじゃん。2525。あ、そうそう、スイッチだとね、タボさんね、何個かなんかプレイヤーネームが出ちゃうんだよね、変なのは。いて、スカイウォーカーに切られた。でも人いるんだね、相変わらず。まあ、ぼちぼちですね。ねえ、やっぱスターウォーズって強いね。だってこれが他のクソゲーだったら絶対もうゲームできないでしょ。そうかもしれない。まあ、それなんか今タイタンフォールがさ、あれなんでしょ、無料開放なんでしょ。あ、みたいですね。うん、早いですね。タイタンフォールだもん、しょうがないよ。だもん、人間だものみたいな。タイタンフォールはそんなもんですよ。あ、もともとね、好きな人と嫌いな人は分かれちゃうんですよね、タイタンフォールは。どうしようもない。さ、じゃあ復帰しようかな。シルバーさんどこにいるかね。スカイウォーカーを倒した、次は反乱軍を攻めてくる。すげえね、ちょっと相変わらずこっち弱くね。死ぬほど弱くね。何これ、すげえ弱いね。何これ、気持ちがいいね。すがすがしいぐらい弱い。ヒールがある。あ、ヒールヒールになるんだ、なるんだ。ヒールになっちゃえ、視点変えられない人がヒールになっちゃえ。視点変えられない。ヒーローになるまで視点変えないよ。なんだろう、なんだろう、なんだこれは。痛っ、痛い、当たんねえな。武器変えるか、そろそろ。やっぱあれだよね、フロートって楽だよね、きっと。楽ですね。楽だよね、楽楽。もう別にちゃんとやってないし、フロートでいいかな。強武器って何？強武器って何？とかすげえ聞いちゃう。強武器って何？どんだけキッズだった。あ、ひどい。あ、ひどい。キッズとか言ってひどいな。ね、すごいすごい質問だよね、今の。強武器って何？みたいな。お前死ねよって言われてもしょうがないね。もう実力とかどうでもいいしみたいな。とりあえず勝てる武器何？みたいな。そんなもんですよ。ゲームなんてね、勝てりゃ何でもいいんですよ。すごい。チート発言。ね、もう。もうだから俺はあれだ、マウスくっつけたくなるもん。もういいんじゃねえの、マウスでも。これかしいかも。すごいよね。俺でも極端。もう極端ですよ、俺は。やる気ないときはもうひたすら何でもありになっちゃうからね。二枚字だな。ダブルスタンダード。そうっすよ。そんなもんですよ、人間。人間そんなもんですよ。綺麗事で世の中やっていけね。なんでスタバでそこまで進めていいね。さてと、どうなってんのこれ。今何のターンか全くわかんねえ。だいぶ削られてる。ね、削られてるね。あ、間違えた。2ラウンドぐらい終わったよ。あら、こっち ATST するやっぱパクちゃんになっちゃってるね。でも相変わらずなんかあれだね、棒立ち魔みたいなの多いんだね。うん、それは多いですね。ねえ、だから俺そこそこ戦えるんだと思うよ。うん、いやにしてもね、2ヶ月ぶりのやっぱ家庭用ゲーム機は難しいよ。ほうほう。だいたい隊長さんも2ヶ月離れたらスターウォーズがほんとね、すごい神がかり的ゲームだと思えるようになっちゃうかもしれない。もうしばらくねやんなかったな。で、しばらくやんなくて、久しぶりにやりだしたらなんか楽しいな。楽しいね。久しぶりにやってみたら楽しいけど、もうやりたくはない。もうやりたくはないってすごいこと言っちゃうけど。ていうかさ、相変わらずラグとか治ってねえのね。まあそれはね。どこに。いや、楽しい楽しい、すっごい楽しい、すっごい楽しい。スカイウォーカー死ねばいいの。楽しいね、楽しいね。あのクソタイツ、あのクソタイツ思ってるやつがいる。相変わらずね、モリマンがいるんだな。
それもまた楽しみ。反乱軍の爆撃機が AT-AT をロックした。お願いしたい。いや難しいねこのゲームは。難しい難しい。よいしょ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 。はい、なんか飛んできた。ミサイル接近。はい。あ、レーザーマインがあった。危ない。危ない。スタッフさんよく撃ちますね、レーザーマイン。ちょっとレーザーマインに釣られちゃうよ。なんだろう、あれはみたいな。ね、なんか光が見えるぞ。全然。もう光に釣られちゃいました。まあ、あれ、害虫だよね。光だみたいな。お光だって。わらわらわらゴキブリかよって感じ。ゴキブリは光に集まんないでしょ。わかんないっすよ。なんか素敵な光かもしれない。ふわーって。そんなのが集まってくる。あ、ベータさんいるじゃん。ベータさん。スカイウォーカーをとかなって。当たんねえなぁ。いやだ、カイパパさんが荒ぶってる。怖いよ。超怖い。スカイウォーカーないですかよ。これやれちゃうか。危ない危ない。撃った。よし。あ、レザーマインって危ない。ブラから回っちゃおう。シルバーさん、あ、シルバーさん全然いるな。賢いな、俺。裏から回っちゃったよ。あれ、なんだ、このチーム、猿がいるのか。進化したんだ、進化。そうだ、人はいつかきっと進化をする。おお、おお、おお。敵がどこだ。いてててて。大田さんの友達番がいる。いてててて。助けて。助けられない。マジで大丈夫かなっていうですけどな。来るな。バイさんターンまで行ったぞ、なんか知らないけど。ね。てかさ、向こうスカイウォーカーバカすぎんじゃない？前に出すぎてて通信機とかどうでもよくなってんだけど。あれどうにかしたらもうちょっと改善すると思うんだけど。あれもうちょいだ。なめんなよ。久しぶりだからってなめんなよね。シルバーさんすぐそこにスカイウォーカーいるぜ。ああ、ナイスナイスナイス。いいぞシルバーさん。ボーダーチ ATST いいぞ。ボーダーチ横にいっぱいいるぞ。すげえ ATST をディスるっていう。結構持ったね。このさ、このなんかやる気ない軍団がいる相手に3ラウンドまで行かせちゃうっていうのもあれな感じだけど、やる気ない軍団。あ、カイパパさん視点の変え方分かったの？任して。いや、ちょっと今どもってたけど大丈夫？怪しかったんだけど。大丈夫かよ、今の任して超信用ねえよ。こんなに信用がない、また来てもないや。ねえ。今、ATAT の取り手。100% 任せられないよね。あ、ずれた。ねえ、お前出てこいやー。あれ、かかってこいやー。あれ、いや、死んじゃったよ。あれ、誰も通信機止めないぞ。通信機近くにね、いるんだよ、いっぱい。え、スキャッパーなんだ。おう、撃たれちゃったよ。おう、まあでもあれだよね、やっぱこれぐらい緩いゲームだといいよね。あ、隊長さんなんか違うんだけど。なにこいつ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこのおっちゃん。あ、おい、おい、
ちょっと顔がおっさんですからね。顔が日本兵っぽくてイラッとするんだけど。イラッとする。顔が古いんだよって。顔が昭和が押してるね。昭和州漂ってすごいよね。もう昭和もキャラクターにめちゃくちゃ文句言う。反乱軍の通信を遮断した。予定通りに。もう死んだ死んだよ。この辺りにスカイウォーカーがいると情報があった。やっと戦いに備えろ。ほらほら、シールドに隠れてんじゃねえよ。やべ、またスカイウォーカー来た。またスカイウォーカー来たって。これ大変だね。あともう一個レベル上がれば俺スカイウォーカーより速くなれんだけどな。ほらかかってこいや。追いかけっこ負けねえぞ。あ、誰かに。ATT があるよ。ATT があるよ。ATT があるよ。レーザー前で誘爆してんの。スカイウォーカーがハマってる。スカイウォーカーハマってるぞ、みんな。どこ使えますかね。ヤッホー。スカイウォーカーをやった。おう。悲しいね、スカイウォーカーハマってんの。ハマってて動けねえでボコボコにされるっていう。敵が通信システムを起動。正しい対処に向かえ。ヒーローいる。あら、重くなったねー。ボスクがお前たちを援護する。ボスクなの？あって誰だっけ、ボスクって。誰だっけ。毒ガスマンですよ。あ、ヘコキ野郎。反乱軍の爆撃が。あ、ボスクって名前だっけ。そうそう。シルバーさんそこ死なない？お、すげえじゃんシルバーさん。神がかってんじゃん。なんだっけ今年の流行語か、神ってるって。神ってる。もうおっさんだよね言ってること。なんでこれ。なんだっけみたいな。神ってるだっけみたいな。おっさんだよ。あれだよあれみたいな。あれあれ。ちょっと俺流行かじってますよ、必死にアピールするおじさんみたいな。死ねばいいのに。もうラグってる、ラグってる。いい感じにやってる。噛みてる。噛みてる。もうなんか噛んでるみたいな。全然流行ってないのに。通信権利用しちゃってるじゃないか。あれが進み止めて6月前とかから。だってまたスカイウォーカー来て、短パンマン、ストレパンマン来てる、ストレパンマン。どこに？トレーニングパンツ左。コスクの前。一回。これでも来る。痛い。だいぶ遠くに行っちゃったなスカイウォーカー。向こうのスカイウォーカー結構ヘタれない？いやー、平行いてるよ。ちょっとちゃんと分演出でやってくれる？対岸率高いんだよ。あ、負けちゃった。あ、負けたんだ。やシルバーさん。あ、シルバーさんすごいじゃないですか。向こう1位が9ってどういうこと？何やってたのあれ。すごいね。通信機とかってこと？通信機を、ひたすら守ってるんじゃないですか、ね、いや久しぶりにやると面白いかな。どうかな。どうじゃろ。どうじゃろ。もうちょっとヘッコキマンがヘコいてすごいことやってくんないと困っちゃうね。すごいこと。10キルとかボフンで10キルとかやってほしくね。すごい。すごいですね。ああ、お疲れ様でした。ああ、お疲れ様です。はい、お疲れっす。シルバーさん1位取ってそのまま逃げたぞ。逃げたぞ。戦力が大事な戦力が、ね、大事な戦力がシルバーさん、俺これで前線送りされないよ。いやでもシルバーさんとかやっぱやり慣れてるとね違うね。お、ガチでやった。なるほど、いいっすねシルバーさん、さすがじゃないですか。ガチでリスったんだ。
え、ガチでディスったの？ヘッコキマンを？さてと。頑張ってこうぜ。うん。やっぱジャグは楽しいね。ジャグ楽しいね。うん。うーい、お疲れ様。お疲れ様でーす。じゃあ行こうぜ、みんな。頑張っていこうぜ。よーし。出て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 。何すんだよ。俺の通信機を。通信機俺んだ。どういう戦い？どういう戦いなの？みんなの通信機でしょ？仲良くして。俺の通信機。俺の通信機で俺の通信機。いけない。イエーイ。あー、そう、死ね、死ね。イエーイ。通信ゲット。なんなんだこの醜い争いは。ここにいた、隊長さんはここにいた。行け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 。敵に位置を離した。皆さん右に ATST が行っちゃってますよ。やだ。どうやら右に戦力が集中してるらしい。見ないことない。なめんなよ。ジジイ2ヶ月ぶりだって言ったってやれることはやれるんだ俺だってまだ。いや、ジジイがいるぞ。ジジイがどこ。ジジイ老人ホームに出ようぜ。ハンソロが来た。ハンソロが来た。今ハンソロって言った。ハンソロが来たじゃねえんだよ。ホントよ、来んだよ。ハンソロが来た。ガオー、やられちゃったよ。ボーラシマンだ、ボーラシマンばっかり。さあ武器何にしよっかな。ねえ、ちょっとこっちのハンソロ大丈夫なの。あれ大丈夫。なんか動きがめちゃくちゃ怪しいけど。不安しか感じない動きしてるけど大丈夫。右押さえられちゃったよ。大変ですな。せちがいよ。痛い。右めっちゃ撃たれてんだけど。うん。おお。お前らしゃべるぞ。よし。スローがポーカー。大坊さんが死んでるし。おお、これやれちゃうか。おい、いいシーンした。はあ、ちょっと武器変えるか、いい加減。何がいいかな。で、強武器どれなの。強武器どれなの。ヘビーリピーターとか。強武ですかみたいな。でヘビーリピーターって確か距離取んねえと弱えんだよな。まあそうっすね。ねえ、確か中距離ぐらいだよね。うん、中距離、ちょっと待って、うちの味方は今 AT-AT を攻撃してるとか意味がわからんんだけど。やっぱり期待のルーキーなんです。うわっ、ヘビーリピーターめちゃくちゃ弱え。マジかよ。通信機に通信機できるね。おお、ジジイだ。いいんじゃん。ああ、ビリビリだ、ビリビリだ。久しぶりにビリビリだ。どこ行けばいいかな。よし、そうだから。ああ、そう、見えるかもしれません。愚か者どもめか。ジジイ。やっぱハンソロブームなのかな。ん？でもさ、ハンソロブームなのはいいけど、使えなくない？思いっきり役に立ってねえけど。使えないハンソロだ。だからハンソロってバカにされるんだね。やっぱフロート楽だな。押してりゃいいんだもん。うん、楽楽ね。めちゃくちゃ楽だよ。もうそれしかない。できないな。ちょっとやべえな。うん、何これ AT-AT 攻撃ターンじゃん。あの AT-AT はすぐに帰る。今のうちに攻撃しそう。そうっすよ。マジでハンソロ何やってんのこれ。このハンソロちゃんは何をやってるのかな。
ゼロデス目標でやってみないですか。マジで。そういうのはどっか違うところでやってほしいな。頑張れゼロデスキャンペーン。敵はどこにいるの？ちょっと見えないぞ。ちょっとみんな通信機に行こうよ。すげえ前に出てるんだけど。はい。ああ、このパン君並みのソロはどうにかならねえのかよ。なんて。敵がこの中にいる。敵がこの中に。敵がこの中にいる。誰のでもいいよ、うるせえ。マジで死ねえ。誰のなんだよ。ちょ、権利書見せてもらえる？俺のだって言うんだけど。本当？書いて書いてある。書いて書いじゃわかんねえわ。フルネームで書いて、ちゃんと。KPP って書いてもいいんじゃないですか。あ、ポッペン。俺の通信機だ。そう、前回パーティープレイやっていこう、なんかよくわかんない歌が流行ってますからね。あ、そうだね。うちの子供好きなんだよな、あれ、なぜか。でしょうね。ね、あれ子供受けはいいよね、絶対。外人受けとね。そう、オバマさんちのあれだよ、孫娘は歌ってるんでしょ。トランプかな。あ、トランプか。ねえ、もうこれで大統領御用達ですよ。もうすごい。え？いい位置。あ、とどめ刺されたのかな。難しいね、このゲームは。通信システムが起動した。これなんかさ、ヘビーなんちゃらって使ってる人少ないけど、何これダメなの？人気ないの？まあそんなことないと思うけど。それとも強すぎて禁止なの？禁止。なんだっていいじゃんね。なんだっていいじゃん。全然通信機出てないですよ皆さん。うん？通信機今溜まってるでしょ？でも全然溜まってないよ。ワイウィング出てないよ。なんでワイビング出ない？ニューアビック2機出た。まあ最後ぐるぐるすればいいんですよ。ぐるぐるすれば。あ、そういう余裕ぶってってやられちゃいますよ。やられた。うちにぐるぐるできる力量のある人がいると思えない。いやいやいや、そこはいけるでしょ。そこはなんとか。どうすか、油断は禁物ですよ皆さん。お、いいこと言う。よしでいく。いいこと言う。何がどうなってるかわからない、はい、敵がどこにいるかもわからない。この反射はどうなんだろうな。あ、ゼロデスキャンペーンですね、反則。あ、おった。なんかゼロデスやるといいことあんの？自己満足。それだけかよ。ちょっと後ろ止められてんじゃんよ。通信機はみんな行かないの？あ、自滅した。え？相変わらずさ、あれなんだね、あのドローン系って強いのね。あの硬さどうにかなんの？まあ強いっすね。うわ、壊したんだけどな、ATST。なんか実績を解除した。もう一つの解決方法は何だろう。もう一つの解決法って何？何何何何を解決したの？意味がわからない。久しぶりにやったら解除されたんですね。ありがとうございます。痛い。
こうした。でも何を解決したんだろうね。なんで。相変わらず説明が不足してるからね。本当だよね。いた。これダメなんだ。きついな。そろそろゼロゼロ式キャンペーン進そうだけど。レンガーが右に。レンガー。おレンガだ。向こうのレンガー好きだね。通信機。通信機。おお。俺の通信機。ふふふ。マジで神経。やった、デカ倒した。デカ倒した。デカ倒した。よし。倒したぞ。もう俺これで今日いいや。いや、まあ、それ違うから、それ違うから、それ違う人だから。あ、違った。俺じゃないから。通信機いらんものはみんな敵だ。いや、ちょっと相変わらず無人 AT-AT 強えんだけど。強いね。ねえ、どうにかなんないですかあれ。どうにかなんない。強いからしか。首振り超速くない？こんな首回んの？こんな首回んのかよみたいな。あのマニピュレーター絶対ぶっ壊れると思うんだけど。通信システムの爆撃誘導がオフラインになった。よし。気をつけて。反撃に注意して。おお、左側止まっちゃ、止まられちゃってんじゃん。すげえ反則ガンモリしてんな。戻りちゃうね。ハンソロってさ、そこまでこもってさ、使えるの？なんかものすごい一手とか打てるの？なくはないけど。何やったのあいつ？ん？何か、ハンソロ？散歩してんだよ。もう死ねえね。死ねばいいのに。だってもう体力ちょっとしかないよ。死にたくはない。そうそうそう。なぜか死にたくはない。だけど役にも立たない。素敵なゲームだよ。そこら辺はね、変わってないんだな。ねえ。もう1年以上経つゲームでまだそんなことやってんのって感じだ。まあそこがね、らしいっちゃらしい。まあだよね、ライトカジュアルゲームだよね。ライトにカジュアルに、ライトにカジュアルに、ライトニングマックイーン。そっからまだ、もうあっべ。おお、ディシさん。そう、すげえこもってんだけど、これ、あと大丈夫ですか、これ。ん？何が？すげえ、ハンソロガン漏れしてんだな。ね。チャンスがあったらちょっと来ちゃうって感じかな。っていうかや仲間ですね。うわっと死ぬ。クリーで、いっぱい来てんじゃん。ふぅ、なんとか生き残ったよ。よし、初通信機。ようやくですね。ここまで引っ張ったな。通信機。いや、これ AT-AT がすげえ厄介すぎるだろ。もう無駄なんだよ。よし、2個通信機。通信機に次ぐ通信機。あー、いっぱいいたよ。いや、どうにもできないよ。敵がすごい来るね。左がさ、止められないよ。あ、左めっちゃ来てる。AT-ATがいるからさ、やりたい放題なんだよね、向こう。パッパッと。お、なんかまた止まれちゃってる。カラピだな、守りが。俺らザルだな。あー、逃げねえ、あぶねえ。おおおお、よし、下まで来しまえばもう撃たれぬ。このボケナスが。
エビエしてきた。よし、残した。いやディスラプター気持ちいい。そういう時は決まっちゃえって言わない。なんかいるぞ。俺の通信機。通信ステーションが起動した。やった。逃がさん。ああ、やられた。今はぐれはぐれ。前ぐれ、ボカスタ。3個しか出さないように決まっちゃった。さあさあ、みんなぐるぐる頑張ってくださいね。ぐるぐる頑張って、ぐるぐる頑張って、誰もしてないよぐるぐる。もうすぐウォーカーが脱出船を攻撃するわ。なめんね。ウォーカーを止めて。あー狙いにくい。ヘビーリピーター狙いにくい。リピーしないよね。誰もぐるぐるしない。ぐるぐるする余裕がない。あれました。あげちゃった。隊長さん頑張ってるじゃないですか。頑張りましたよ。あれ搬送はどこ行っちゃったんだろう。ハンソロ逃げたな。まあそれがハンソロさんなんじゃないでしょうかね。もうそれは変わらないですね、スターウォーズ。ん？変わんないな、あれ。変わんない。何にも変わんないね。前に出ない人はひたすら前に出ない。な、うんでなんだろう。一年間何をやってるんだろうみんなって。わけがわかんないよね。いやまあ一年。出ない人は本当出ないですね。一年間ね、後ろにこもってる人追いかけたわけじゃないけど、なんかドキュメンタリー作れそうだよね。彼はなぜ後ろにこもるのかみたいな。プロフェッショナル仕事の流儀ですよ ね, ね。いやそのプロフェッショナルで成績上位とかだったらいいんだけど、すげえ回だったらすげえ泣くよね。大体下の方ですよね。なんか7キル8ですとか、なんかそういう、ちょっとインタビュー取り来たよね。うん、普段の生活とかを交えて、時間を普段の時間だけはねすごいやってると思うんですよ多分。そうなんだ。だからランクは上がってると思うんです。いやでも、うん、なんて言うんだろうね、それでも俺は楽しければもういいんじゃないって思う。あ、まあいいんでしょうけどね。いいんじゃないって思うけど、見てる人はみんな疑問に思う。以上って。もうでもそれはしょうがないよね。もう それしかできないんだもんね。まあそうですね。なかなか難しいよね。昔いたもん、ひたすらクレイモーで張り続ける人。プロだったね。いやそのゲームはさ、復活がないから、死んだらみんなで見てなきゃいけなくて、でいつもそいつが生き残るともうここにいる、クレイマーを張って対処方法も簡単にできる、それでも彼はここにいるって言ってみんなでわーっていくの。だからね、やっぱそういうプロはいるんでしょうね。一応やられた。あ、もう始まってるのか。なんだっけ、ヘビーリピーター飽きたな。何がいいんだろう。恐怖教えて。まだ言うかって。恐怖何がいいかな。いい11とか使ってる人いっぱいいたな。使うか。で、ちょっとタバコ吸ってこよう。CA 使えばいいじゃん、CA。恐怖です、恐怖。え？なんだって？もう一回聞こうか。じゃないもう一回聞こうか。一発。近けりゃ、近けりゃな。近けりゃな。お前ここどこか知ってるかって話だよ。近く寄れねえよっていう。ランドカルリーじゃなくて、ランドカルリーじゃなくて、もうお笑いじゃないですか。M1 出たら優勝できそうだよね。ランドカルリジアンだぞ、ボコってなったから。なんかビリビリだ、ビリビリ。いやー、ローグワンって楽しいの？ところで。なんかツイッターチラッと見たらまた3部構成みたいな感じになりそうです。すげえ怖いじゃん。3部構成なのか2部構成なのかわかんないですけど。でもさ、ぶっちゃけさ、2部構成でも3部構成でも何でもいいけど、構成いらねえよって感じじゃない？なんか好きだよね、ダイスが、ね。そういうのになんかこう、味を占めたっちゅうか。
ていうかさ、その構成をするんだったらさ、しっかりシナリオにちゃんと沿ってくんないって感じじゃない？わかりやすく。あの最後のデススターのポッシュとかわかんねえやな。シュッてやって俺ね、あれを見て絶望感じたもん。俺1年これ待ってたんだみたいな。1年待ったのにシュッて割っちゃったよ、ね、ちなみにですけど僕の相方ちゃんは、うん、後ろで T21 を単発でひたすら撃つ人でした。変わらないですね変わらないですね。ね、高台からポシュって撃つだけの人でした、ね、何も変わらなくてすごいですね。いやでもまあそんなゲームそんなゲームだからいいのかもしれないね。でも俺2は買わないな。買えないよ隊長さん。だって またあれでしょ、初心者に優しくしなきゃいけないゲームで初心者に冷たくするゲームになっちゃうでしょこれ。だってさ初心者が増え続けないとこのゲーム辛くない？まあでもね、反論軍が通信ステーションを起動した。上級者ばっか集まったらすっげえつまんねえ、もう意味が分かんなくて動きが。まあグネグネ動いてますよね上級者がね。あんなのと一緒に遊ぼうよって言われたって嫌ですって言ったことすごいんすよ本当。だってさ、スターウォーズの映画ってさ基本的にみんな棒立ちでパンパン打ってなぜか当たらないんだよ。棒立ちですよ、うん、でしょ。あんなグネグネ動いたらダメじゃん。まあね、機敏なトルーパーはないですよ。でもこれさ、アーマーの形状から見て機敏に動いたらちょっと股関節とか痛そうだよね、挟まって。違う、ね、痛いよね絶対。痛いよね、痛い。反乱軍のワイウィングが、だいたいスカイウォーカーはさ、あの全身体勢なんで凍え死なないの、すげえ謎なんだけど。やっぱりヒートテックだからじゃないですか、ね、ヒートテックだけで耐えられる。やっぱユニクロはすごいんじゃないですかね。ユニクロ？ユニクロか、うん、でも文集さんにブラック企業って言われてるよ。だからブラックなんですよきっと。ブラックタイツマン。ブラックタイツマン。ブラックブラックだけじゃんそれ。共通なの。反乱軍がワイウィングに支援を要請した。通信システムを無力化し爆撃を阻止せよ。なんだ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 これは。で、ダウンロードはいつ来るんですか。反乱軍の爆撃誘導を妨害した。新しいやつ。予定通り作戦を進める。そうそうそう。やるの。ん？やるの？期待してる？もしかして。いいえ期待はしてません。期待できないよ。どんなバグが入ってくるの？12月6日。6日？え、6日？マジで？俺飲みだよ。無理だわ。飲みだよ。飲みだよ。その日に俺が見たい洋ドラマ始まるのに飲みだよ。もう一応行きたくねえよ。忘年会ですか、忘年会。忘年会とも言えないんだけど、忘年会かな。なんか仲いい業界な人たちと一緒にみたいな。なるほど。そうそうそう、あの編集の人たちも来るから、なぜか俺が幹事をやるっていう。暗いんですよ。みんな40過ぎなんだもん。40過ぎでもう動かないんだもん。ひどいよね。なんか食べ物の種類も違うしね。そう選ぶじゃん今度さ、量じゃなくて質になるじゃん。めんどくせんだよ。そうじゃあ自分で選べよって言いたくなるんだよね。もうね、量食えないからね。そうそれ俺も最近感じる。カイポさんガンガン食えるの？最近食べてるね。最近食べてる。どういうこと？どういうこと？どうした？若返った？いいな、俺食えなくなってきちゃったよ、年だね。いやでもね、ひどいんだよ普段社長とか言うくせに、こういう時だけ何も言わないんだよ、ひどくない？反乱軍とランドカルリジアを片付けたぞ。なんか、どうしたのこっちのチーム、強いじゃん。いた。向こうの人が少ないか。ああ、なるほどね。このマップ落ちやすいよね、本当。なんでこんな落ちるんだろう。通信システムの起動を防げ、奴らの通信手段を奪うのだ。まあ、それでも勝ちは勝ちだ。そうだな、前だったらね、ひどいよとか言ってるけど、今どうでもいい。勝てりゃいい。鬼で。抜けてもね、そのうち入ってくる。入ってくるかね、ここだよ。あれ、これ範囲外に、あれなんだ、置けないんだ、ドロイド。
対カイパパさんか？どうぞ。前にいるよね。いるよ。わーって言ってよ。え、一発じゃねえんだ。さあ我ら3人トンチン監修でここを守り抜くんだ。最近の人たちってここ降ってこないんだね。たまに大量にと、ここさ大量に降下してきた方が効率的じゃない？確かにね、ここね、ねえ、なんで降ってこないんだ。ウォーカーを援護せよ。俺でもね、なんだっけ、あのエピソード1っていうんですか、あれに出てくるあのドロイドを使いたかったの。なんか兵隊いるじゃん、ラジャーラジャーラジャー、前も言ってたけどさ、 あれが使いたくて買ったの。使えないんだスターウォーズよくわかんないからさ、買っときゃできんでしょと思ったら使えねえでよ。こんな地獄ありますって。きっと2でできるようになるんですよ。本当本当に本当なの？きっと2ででまた買ってまた使えないんでしょ。もうひどいよ。でも使えても弱いと思うけどな、あれ。あ、そういうこと言う？ねえねえ、そういうこと言うの？ひどい話だよもう。強いとか弱いとかじゃないの。そこにロマンがあるかどうかなの。負けのわからない生きされた。何言ってんの。それでどう勝つかですよ。それそもそもだよ。そもそもね、帝国なんてやられ役じゃん。通信ステーションを確保すれば観覧機の前をいっぱいやられていいんだよ。まあそうですね。ね、やられなきゃゲーム的に面白くないじゃん。いるいるいる。そうだからね、いっぱいやろうかね、スターウォーズ無双みたいなゲームのあると面白いね。あー、でもさ、すごい バグばっかだよ。どうする？ウォーカーサルト見ててわかるでしょ。まともなもん作れませんって。器用だよね、あんなバグを作れるってなんて器用か。まとまれちゃった、動かされちゃった。終わりましたね。皆さん前に行きすぎてて全然通信機止めてないですか。あ、もう3ラウンド目。いて今止めてますよ。これが止めた。ナイスナイス。よし、突っ込んでなんだこのクソベーダーは。背中パスパス打たれてた。何やってんだベーダー。ボンボン、ベーダーベーダー、はい、相変わらずベーダーかっけえな。あのね、バッカ、街づくりゲームをやってるんですよ、戦いに疲れて。で今回ね、災害が入ったんですよ。災害、はい、今まであの地震とか津波とかそういうのなかったのね、シムシティに入ってたようなのが。で今回入ったんですよ。そしたらですね、起動ができないという災害がまず来ちゃって、ゲームができねえ。リアル災害が。ゲームができねえ。リアル災害。本当ふざけてるよね。リアル災害か。ほんと困るよ。どうなってんの。でもね、PC ゲームっていろいろと相性があるから、ね、そう、うわ、しょうがないんだよね。しかもモッド入れてるからさ。
まあ自由度があるからそういうのはね PC ゲームいいんだけど、なかなかね、ただね、なんかどうかっていう、見えない罠にはまると本当なんかストレスも入っちゃうよね。反乱軍の通信切断に成功、奴らに回復させる。やっぱ数の暴力はすごいね。スカイウォーカーを始末した。で、なんか撃たれてる、なんか撃たれてる。いや、スピーダーか。で、この人知らないの？すげえショック。反乱軍のワイウィングが接近した。あ、しかもディスプラクター撃ったはずなのにまだ残ってる。何これ？誰も倒せなかったからお詫びでくれたのかな。お詫びディスプラクターね。いいよいいよ。おお。どこ ？ATAT が脱出線を攻撃できる。だぐるぐるされてる？大丈夫か？これで負けたら笑っちゃうんだけど。わかんない、ぐるぐるで負けちゃうかもしれないよ。おお、勝ちました。勝った勝った。あ、でも人数大人げない、よくなってきましたね。ああ、隊長さん大人げない。大人げないな。大人げないな。やだ、タイチャさん、2冠取ってるじゃないですか。怖い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 。元投げないな。まあ、実に下品だね。じゃあ、ちょっと遠慮すればいいじゃん。例えば、カイパパさん、ウォッチドッグって楽しいの？まあ、俺は好きですけどね。あ、そうなんだ。ちょっとね、もうなんか嫁さんにね、PC ゲームばっかやってんじゃねえよ、カスみたいなの毎日言われて、ちょっと辛くなってきた。そう。あの部屋が違うのよ。ああ。PC がある部屋はちょっとね、自分の部屋で子守部屋になっちゃうから仕事部屋なんだけど、だから顔合わせなくなるから、PS4 でなんかないのって毎日聞かれない。毎日聞かれてもない。ねえ、ないの？じゃあ、ね、ないのみたいな。一緒にディビジョンやろうよ。ディビジョンそのサバイバルってやつは興味があるの。はあ。やり方がわからないの。あれ結局最初武器も最初から集めるよ。そう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 。でしょ？うん。でいいんじゃない？って思わない？まあでもそのサバイバルだけだけやんな。わかんないんだけど、わかんないんだけど、あとディビジョンはね、なんか勝手にくるくる回るのやめてほしい、いい加減。くるくる？そう、なんか視点がね、どんどんくるくる回っていっちゃう。あ、なんか自動でなんかじわじわ動くよね。そう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 、あれ自動じゃないからね。言って、C で言うと自動じゃないはずだからね。あ、やばい、今度隊長さんこっちが人少ないよ。ああ、それじゃ大変ですね。でも隊長さんいるから大丈夫だね。えげつないことする隊長さんがいるから大丈夫な。えげつないよ。えげつないさんが。かかってこいや。人の通信機を取る隊長さん。まあ、まだまだ人の通信機とか言ってんの？俺の通信機。敵が来たぞ。敵が来たぞ。どこにいるの？アイテム取ろう。どこから来るんだ？あいつか。あいつか。いっぱい来た気がする。前方に敵を確認。前方に敵を確認。おお。我々の爆撃がどこの前方かわからない。危ない危ない。やべえ、 ATS 来た、 ATS 来た、 ATS 来たって、 ATS 来たって、 ATS 来たって、 誰か誰か誰か、ヘルプ、誰か、ノーヘルプ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 、ノーチャンス。佐藤さん、佐藤拓馬さん。ごめんね、来季はアンドレッキーでしたね。あ、そう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 、予想通りだったんじゃない？
ずっと言わせたよね。そうですね。あれでしょ、AJ ホイトがホンダ辞めちゃったんでしょ。辞めちゃったんだね。やべえ、うちの相方ちゃんが動いてねえんだけど、どうしたらいいのこれ。いやちょっとこれ ATST が倒せない。 ATST を倒す武器が欲しい。いかでもあの ATST バカだから止めねえな。通信機止めねえぞあの ATST。 意地でも降りねえ気だな。まあそれはそれで儲けもんだよね。まあそうっすね。うん、てかこれさ飛行機乗っちゃえばいいんじゃない。めっちゃいいやつ。爆撃機が照準システムで目標をロック。何がいいかな、何がいいかな。うわ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 、あ違う、あやべ間違えた、これハンソル使わなきゃいけないんだっけ。なんかを解除するだからかやべえ、ちょっとなったっけかな、ハンソル縛り。ウーキーに感動しすぎて、っていうかさ全然全然開けてねえじゃん。うらうらうら、チューバッカ頑張れ。チューバッカ何やったらいいのこれ。おーチューバッカ、チューバッカさんは何やったらいいんだろう。次のとこ行ってればいい。なんかってなんない。しかも中箱動くんだよ。ほう中箱落ちてんだけど、あら足は遅いね、うん、足遅いよね、足遅いの致命的じゃない。チュン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 、中箱さんもう死んじゃいそうなんだけど、どうしたらいい。嘘、おーおー、まだまだ元気だ。電が無理だ。電がどこやつけてる。どこどこどこ。電がどこ。電がどこ。電が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 。今中盤に走ってくる。なんかミサイル飛んできた、ミサイル。ちょっと買い人数が少ないわね。削ったなぁ。ちょっとね。はい。あー、やばい、やばい。飛行機ないのか。あ、これ ATST ってさ、あ、違う、ATST じゃねえや、チューバッカってさ、すごくない？うまく立ち回るよ、これ ATST 一人で倒せんの？いや、そうだね。すげえ削れたよ。もう向こうの ATST がかなりアレな感じだったかもしれないけど。通信機が狙えてる。これどこ行けんか、通信機か、通信機忘れた。おお、電が、おお電が、おおシャンデリーゼ、やべ自分ので死ぬ、自分ので死ぬ、自分ので死ぬ、ブンブン。削ってますな。あ、でも一人差じゃん。人さっきさ、やった、電が倒した、電が倒した、電が2回目。あさ、電がってさ、電がってさ突っ込んでくるだけじゃん。あれ引き打ちみんなでやったら結構ダメージ入れられないで倒せんじゃないの。 あんまトリッキーな動きする電がいないよね。そうね、大体ぶっ放しながら来るからな。ぶっ放してるとき足が遅いし。敵がどこにいるか分かんない。
どうだね、全然見えない。え、あれダメ？あら、あらまあ。ん？いやでもこのゲームにまだ人がいるってことが感動だよね。まあぼちぼちいるんですよ、人は。ねえ、なんでいるんだ。なんで？なんでこんなゲームいるんだろう。スターウォーズだからですよ。これスターウォーズかな。スターウォーズに似たなんかじゃないの。スターウォーズっぽいもの。もうちょっとね、なんかうまいことやればね、もうちょっとなんか人気が続くようなものと思って。まあさ、いつも俺がディスプラクターをさ、チャージすると ATST を破壊し始めるのやめてほしいんだけど。すげえやる気うせんな。貯めるのが嫌いな俺が貯めてるんだよ。みんな待つべきだと思わないの。やばい。やばい。うん、おすごいじゃん、3機溜めてるじゃん。頑張ったね。ねえ、爆撃が始まるぞ。無人 ATT マジ勘弁して。何あいつ、ほんとこのゲーム最悪だわ。無人君は強いよ。無人が一番強いよね。見てですよ、首が回るからね。早く半端ねえんだけど。見てない見てないと思って一見ビクッて言って動いて超絶攻撃してく感じ。怖いよね。そこら辺のホラーゲームより怖くない。ですよ。くそ。これ負けんだ。いやー、ほんとびっくりするよこいつ。おい、 ATST 来たぞ。 ATST ちょっと通信機、通信機武器をくれ。おたべ、よし、通信機。誰もいない。これもう、ま、負け確。まあ武器使えて多いですよね。やってみ。いやでもほんとパスト難しいよ。パスト難しい難しいからやってんだよ。いやよくこんなもんでできるよみんな。すごいですね。感動するよ。いやだ、味方に撃たれちゃう俺って何。あべべべべべべ。あ、怒っといてよかった。こっち全然敵が来ない。あー、ダメなんだ。やばい、 ATT 乱れた。いやー、妨害工作鬱陶しいな。相変わらずいいとこでやられちゃうとかなわない。カチッてね。カチッ。オーバーヒートするかなと思って意外とオーバーヒートしないよ。ごめん、前線に行かなくなっちゃった。あのオーバーヒートマン、イスキルマンになっちゃった。ストームトルーパー接近、早く起動しろ。誰か誰か起動しろ。やばい、消してきた。起動する命令をくれてやろう。こっち見てね。ディスティオ、俺が引きつける。なんかロックされてる。いえ、俺だよ俺。ATST の裏を回って、効かないな、やっぱり。ちょっと早く。
あのベジャー卿が戦場に現れた。フォースと共に現れた。邪魔見ろ。このスベールの近くに意識だ。通信ステーションの軌道を確認。帝国軍の反撃に注意して。いっちゃえ。トランスベール足クソ速い前になったんだけど敵が見つかんねえんだけど、どうしたらいいの。ダースベイダーが歩けた。あ、ダースベイダーを発見した。失礼します。通信システムが停止。再起動して。ワイウィング飛ばせない。失礼します。再度開けさせていただきます。あざーす。うん、どんどんいいんだ。マジか。何か敵が来るぞ。何なんか言うのかな。足早いの最高だな、やっぱり。悪くいやられちゃった。敵は取った。ワイウィングがウォーカーをターゲット。あとは進出死んでくれ。もう絶対勝てないじゃんね。誰かぐる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 できんのここって。うん、うお、マジか。誰かぐるぐるってぐるぐる絶対無理だと思うんだけど。誰もね。無理です。ナイナーさん逃げてます。あ、痛い。チョークスリーパー食らっちゃったよ。おお、ベイダー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 。まあ負けるよね。でもここって正直どうでもよくない。勝っても負けても。もう我々が上位を占めてるのはどうなんだ。うん。っていうか俺が上位にいるんだよ。俺ゲームパッド久しぶりだよ。ダメだよ俺に負けちゃう。さすがとか言ってマウス使ってんでしょ。いや使ってないよ、使いたいよ。でもさ正直これマウス使ったところであんま改善しないんだよね。変わんないところなんですけどね。どうなんですかね、PS4 のマウスコンバーターを使ったマウスっていうのは。正直言っちゃうと、そこまで違い感じる人は本当にあの神経質な人だけ。あ、そう。あとはね、もともとゲームパッド用に作ってあるから、中身が。だから、そこまで劇的には改善しないよ。ただ、ほら、操作性、マウスで操作して、キーボードでっていうのに慣れてると、慣れの問題で使いやすいっていうのはあるかもしれないけど、精度はどうなんだって言われたら、もともと雑設定してんだから雑だよ。うん。だから、これで、よし、じゃあ PC 行こうっていうと、もう PC で本当にゴミになる。やったな、みたいな。あっちの精度はね、もう本当違うから。ただね、向こうの向こうで、なんていうの、チーターもいるから、本当にそれを人がやってるのかどうか分かんないんだよね。そこは問題だよね、ああいうのはね。さあ、じゃあちょっとタバコ吸っていきますよ。はい。全然レベル上がんねえな、俺。どういうこと？75 から上がんないんだけど、何これ。そんなもんか。よいしょ。よいしょ。誰か ATC 乗った。お、人はまあいい感じじゃないですか。まあぼちぼちですね。いるんだね人が。驚きですよ、驚き。いるんですよ。なんか武器買えよ、武器。何がいいかな。で、強武器教えて。まだ聞くのか。CA だっけ。 CA が強武器だっけ。じゃあ CA 持ってくる。強武器じゃないか。 CA 一発でしょ。一発の意味が絶対違うと思うけど。ショットガンでしょ、ショットガン。これショットガンってちょっとおかしくないって思わない。え、 CA ってこれはあれなんですか。映画でも出てくるんですか。ああ、出てきますよ。え、これはレーザーショットガンなの、それとも実弾なの。気にしてなかったな、そういえば。これどっちかが分かんないんだよね。そうか、説明見ればいいのか。でも第3の説明ってすげえ適当なんだよね。
そうそう。久しぶりにサイクラライフにやられたな、あるな。レトロな外観が特徴のジャワ族のブラスター。あれ？ブラスターじゃん。だそうです。だそうです。でも、ショットガンなのにコッキングがあるっていうのも変だよね、ブラスターなのに。ほうほう。何入れんの、これ。実弾じゃねえの。不思議じゃない。ガンガンやってくるね、向こう。ガンガンやってくる。負けてんの？ちょっと。飛車エティシノロ。吸引しよう。ここ歩きづれんだよな、でも。うん、ATST はあれでしょ、崖上で待機でしょ、もう。そうか。いや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 。ガチガチな感じで。基本でしょ。そうだそうだ。あそこでひたすらパスパスやってればいいだけの簡単なお仕事じゃないですか。狭い、狭くて通れない。通れそうだ。さてと、じゃあやろうかな。残り30秒。誰だ CA 使ってんの。パスンと音がしたぞ。俺以外にも CA がいるんだな。俺だよ。お、アイポコさんか。強武器持ってきた。強武器初めて来た。超強いよ。ひどいよ。強いよ、強い。強いは強いよ。強いは強い。強いは強いよ。すごいでしょ。ものすごい長い注釈がつくけど。強いでしょ。あ、地雷があった。ちょっとちょっと ATST に当たるはずの魚雷が俺に当たったぞ。歩兵である俺に。なんでだよ。あ、目の前にいたからねえ。あげくの果てあれだったもん。ちょっと ATST の足に押しのけられたもん。頑張って、うん、そう頑張って戦ってね。ひどいよ。やる気がなくな。僕ら歩兵の価値は何なんだろう。痛い、囲まれてる。相変わらずさ、アイテムさ、使いたいときに出てこないのね。まあそうっすね。これワンテンポ遅いのってわざとなのかな。あれベダさんいるじゃん。おい、ちょっとベダさんいる。うちのメンツはちょっと前に行こうよ。前に痛い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 。いや CA 相方射程がきちいな。いや射程よね。お、今のダメなの。もうなってよ、これダメなの。これ CA ってさ、ちょっとのズレも許さない厳しさって何なんだろうね。厳しくない。男の武器ですよね。男の武器ですよ。なんでこれだけこんなにきついの判定。ちょいズレぐらい許してよ。おピピピピピピ。うわぁ、 CA 倒したときいいよね。すげえ近いから叫び声が聞こえるの。うわぁ。俺も聞こえた。聞こえた？痛い。うん。あー、ボワイコース。これ中取れんじゃねえか。なんか向こうのチームあんま中行ってねえよ。あっさあんまりで4人倒した。なんでベーダーさん中行かないで外行っちゃうのよ。外なんてほっとけいいじゃん。これダメなの。いや、ほんと判定きついわ。すいません、すいません。もうやられた。みんないいとこで戦ってんな。なんかハマってる。男だね、男。もうハマ。際どい。いいね、死を恐れない男たち。かっこいいよ。いやー。それは。うん。で。
ほらほら CA だよ CA。 今ナウでヤングなのは CA だよ。ナウでヤングなのは CA だよ。隊長 CA で中突破しました。ナイス。やっぱ CA 強い。後ろにヒーローあるよ隊長さん。ヘッコキマンヘッコキマンヘッコキマン来ないの？室内でヘッコ来ないよ。なんだ賞金稼ぎって何が来んだ？ヘカヘカヘカ。出て出て出て。デンガーかよ。誰だデンガー。空気鉄砲の音がする。あ、空気鉄砲って言ったの誰だ。鉄砲の音がする。おかしい。BB 弾が一応入ってるはずだ。強いな BB 弾。BB 弾だってさ、近距離で思いっきり当たったら痛いと思うよ。痛いよ、それ。痛いでしょ。痛いでしょ。悶絶死するって。痛いでしょ。悶絶死するよ。危ないっすよ。危ないっすよ。誰だ普通のガスを投げる人。誰だ。右奥の辺だ。ガスなんてないっすね。今日投げてるのは誰だ。スモークスモークのフラッシュ。フラッシュ誰もねえな。フラッシュはいない。フラッシュ使うか。やるね。上がってこいや。中に隠れるんじゃない。あれ誰もいねえな。あ、電が中入ってんじゃん。え、やべ、天下が中にいる。中にいる。中いたよ。いるの？スカイウォーカー来てここに遊びに立ったのか。出てきたぞ。天下働いてるな。ねえ、働き者天下だ。珍しい。はぶらない天下なんか天下じゃない。あーきゃー。死ぬか死ぬか。これ着物の電源が落ちました。反乱軍が通信ステーションを確保した。ワイウィングの爆撃を阻止するために停止させろ。さあみんなで守ろうぜ守ろうぜ。メッティシティバル。いやー難しいよパッド。本当に難しいよ。当たらねえんだよ本当。当たんねえの。当たんねえ。当たんねえよマジで。クリーンしちゃうんだよクリーン。感度が高すぎんのかな。でもこれぐらいないと困るんだよな。久しぶりですねその感度。感度100。感度100。感度100でも足りない。200ぐらいくんないかな。振り向きができないのよね。ガーガーガー。え、なにこれ当たんねえでよ。いやでも足速いのいいねやっぱ。通信システムの起動を阻止するのだ。なにこれ。反乱軍が通信システムを起動した模様。足速くなりてー。あ、いっぱいいるじゃん今。お、そう。俺だよ俺だよ。カイババさん俺だよ俺だよ。すごい。このゲームさ、俺だよ俺だよって言ったら分かんないよね。誰だよ。軽く返されるよ。あれ、なんか取られてるよ。反乱軍の爆撃が来る。もういいんじゃない。いた。もう来たんだ。いやー、スカイウォーカーだな、中いんの。でかやられちゃったんだ。なるほど。でも、中もう、中いいんじゃねえの、ほっといて。うん、もう次だから。ね、中どうでもいいよ。今さら中なんかどうでもいいぜ。やったぜ。でももう死にそうですかよ。ウォーカー出てこないけど。穴にこもって出てこないよ。上
黄金化石が援護に向かう。なめんなよ。穴にこもってる。うん、あの第二通信の穴。ああそこ、うん、そこにずっといるのかな。いればいいんじゃないですか。ねえ、いてくれたらラッキーだよね。いや、外出てきたよ。あ、おー出てきた、ね、いや、CA 距離取られるときついな。当たり前だけど詰めてこいやって思うんだけどね。だけど詰めてこないよね。そりゃあんたの都合でしょって言われたら終わりだよね。そりゃあんなの構えてるの見えたらね。そりゃそうだ、俺の都合で、俺の都合だから出てこいよって。すごいよね、ジャイアニズムが。いいね。そうさ、俺の都合さ。撃て撃て。ステーションを停止させろ。おーおお、こいつなんで死なねえんだよ。本当よ、ラグすぎだろ。反乱軍の通信システムがオフライン。あ、ヘコキ野郎が出てきてんじゃん。誰ヘヘを使ってる、うん、優秀な野郎。優秀な兵は誰だ。通信機を守る。任務放棄なんかしてない。それで通信機を守るわけです。兵は世界を救う。あのすいません、俺の CA がマジで空気銃になってんだけど、最悪なんだけど。バスンバスン。あの野郎。お、いいおいへ、いいおいへ。うわーってやるって。大社さん、兵、臭すぎだろ。やばいって。最高だぜ、俺の兵を顧みやがれ。あの兵はやべえよ。通信機にね、兵をばらまいてるとね、強いんだ。すごいかね。おう。おおう。あの兵はやばいよね。うわーって言ってた。女の人がレディーがわーって言ってた。セクハラだな。いや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 、そんなことないよ。優秀な兵じゃないか。ここって良いぞ。ここに通信機来なくなっちゃうからな。いや、狙いに行きよ、マジで。これ、狙いに行きのに CA とかアホなんじゃねえかと思うんだけど。誰だよ、これ、強武器とか言ったの。マジで。強武器だって。これ、ちょっとパッドはきつくねえか。少し外したときに銃残るよ。ジェダイ・スカイウォーカーが、この辺りでしょ。ジェダイを始末しろ。上の通信機を止めに来てんだけど、行く方法が分かんないんだよね、未だに。相変わらずどこに行ったらあそこに到達するのか全然分かんない。狙うターゲットには困らないな。怒ったわ。スカイウォーカーに来られちゃった。スカイウォーカーに俺のガスが効かなかった。ふうまさか。スカイオカ注意せよ、判断軍がエリアに侵入した。ここは上から撃て撃て。それか相方に撃て撃てって言われる。だよ、撃て撃てってよ。やる気ねえな。やる気ないよね、棒だよね。撃て撃て。マジ腹立つわ。うるせえよ。もうちょっとなんかセリフをちゃんと。ほんと腹立つよね。撃て撃て。ほんとマジで。頑張ってんだよ。今風のギャルって感じ。ちょっと撃てよ。おい、おいしい。神神って言っとけ。ほんとさ、あれほんとやる気ないよね、あのセリフ。なんなのあれ。敵が接近と。撃て撃て撃て。嘘。俺この人の背中突然殴られたぞ。
軍の通信を切断した。通信機能の回復を阻止するんだ。あれ、しかもドロイド音を置けなかったな。あら、負けてばっかりいたこっちが勝てるようになってきたじゃないですか。撃て撃て。敵部隊に注意せよ。何ここ、なんで撃てるの。人が増えましたね、でもね、あそこのボスが過ぎた。ヘレーヘレーヘレーメディークメディークメディーク、痛い。だいぶ後ろにいんな、敵が。メタイン、あ、もういいのか。終了終了。メディーク、撃て撃て。はい、ダメ、クリティカルだよ、それなんか。クリティカルだよ。シールドが破られた。すげえ、クリティカルだよ。すげえ、腹だね。撃て撃て。うちの相方どうなってんだよ、あれよ。お前が撃ってこいよって話じゃない。お前が撃てよ。お前が撃てよ。仲良くしようじゃないか。勝ちましたよ。勝ったね。すごい。視点変更すら分かんない連中が。きっとあれだね。撃て撃てって言われてたからだな。すごいじゃん、タイチャさん。60キルって何？どうしたの？チート？いや、ボスクの変なおかげですよ。ああ、撃て撃て。そこに。ほんと、あの、誰だよ。え、撃て撃てって。すごい、なんか緊張感ないわよ。ないよね。だってさ、周りでさ、いろいろ爆発してんのに、撃て撃てって後ろで聞こえんだよ。ほんと腹立つよ。何それって言いたくなるよ、ほんと。いやでもパッと難しいね。やってた頃あんまりそんなん感じなかったけど、あーだ久しぶりは。うてうてさんになっちゃったよ。ああ、今度こっちか。よいしょ。今度守り？守れるかな？あ、違う、守りじゃねえかよ。今、あれだね。守り、今守りだったんだね。もうなんかすごい前に行ってたから攻めてた気がしたよ。考えてたからね。ねえ、考えてたよね。また CA？ ここは辛いかね。CA。俺今 CA でやってたんだよ、ずっと。CA 強いでしょ、CA。俺もずっと CA だった。CA で、CA 強いでしょ。CA で相方が、撃て撃てって言われるんだよ。ちょっと厳しいよ。厳しいよね。お前が撃ってこい、まずって話。ちょっとトイレ行ってきますね。はい、俺の通信機、俺の通信機、俺の通信機。やった、痛い痛い、 CA 痛い、痛いな、その水鉄砲。空気鉄砲。味方がなんか前に来るぞ。ATC がいるのか、もしかして。ATC だった。助けて。無理。ATC 無理。助けて。ATC 無理。ATC もいる。やめて。助けて。反対の方に行こうかな。あれ無理や。狙われてる。超狙われてる。ああ。狙われてる。助けて助けて助けてほしいの。ダメだ。止められてる。向こう側か、こっち側も来てんじゃないの。
なとこにいるぞ。そのとこは接近。お相手しておって。まだ ATC してるの？まだいいんだ。まだいいんだ。倒せない。こっち ATC して。武器がないよ、武器が。ATC を倒す武器がない。どうすればいいんだ。どうしよう。あれにいいぞ。めっちゃ狙われてるよ、俺。なんか狙われてる。逃げるか、俺たち。ほい。ATC にはかなわないよな。うわ、助けて。どうやってんのこれ。いいニュースだ。スカイウォーカー隊長が手を貸してくれることになった。ワイユウィングが敵をロックした。やだよ。四機か。大丈夫かな。もう。覚醒なんだよな。タレットカーで、めっちゃやばい。機械引っかかってるし、レザーマインもあるな。くそー、うん、すまん。はい、戻りました、どうぞ。おい、あれ全然ワイウィングが出てないじゃん。4機も出てますよ、4機も。いた、いたよ。4機たったの4機じゃないっすか。4機も出てますよ。向こうのさ、帝国の服装が紛らわしすぎてわかんねんだけど、あの、さっきの日本兵。うん、あれ何、日本兵モットかなんかな。モットはないですよ、モットは。AT-AT はすぐにシールドを回復する。今のうちに攻撃を集中して。ちょっとおしゃれですね。今流行りのおしゃれです。オシャンティーな感じね。全然おしゃれじゃねえ。おっちゃんなのね。めっちゃだっておしゃれ。こいつだよ、こいつ。ほんとよ。スウェーとかじゃねえんだ。紛らすぎてわかんねえんだ。通信ステーションを確認。周囲の防御を固めて。あ、ボバさんだ。ボバフェットがいた。ボバフェットもわかんねえな、久しぶりだと。チェー、あれ飛んできて初めてわかるって悲しくない？通信システムの起動を急げ。パタ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 ね、パタ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 、足がさ、足がパタパタしてる。あれ腹立つわ。中突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 、ボバは中に来ないぞ。中突中突、何か上に、あれ中あんまりいねえな、いた。中薄いよ。ここどこよ。そこは暑いからね。あ、ボバさん来た。いえぞー、下目な。ふわふわしてる、ボバさんふわふわしてる。もう当たんねえんだったら殴るわ。ああ、スタンダリーか。うふぅ、落体か。何これ。オービタル外からず発射できねえ。マジかよ。まぁ、あ、ちょっと今無理な角度だったとは思うけどさ、それでも発射しろよ。これ当たんねえな。お、当たった。誰か当たったぞ。ガハハ、マヌケが。いけ、オーバーフェットだ。なんかオーバーフェットさ、ほんとヒーローっぽくねえな。普通、ザ普通すぎてなんか見逃しちゃうよ。ボーボーさん中に来ましたよ。ね、中来たね。やる気あんじゃん。やる気あるね、セット。やる気があれば何でもできる。いくぞー。ビリビリで止められちゃいましたね、これ。くっそー、距離取んねー、距離取んねー。すごい文句で。
上がってこいよ。おお、めっちゃ狙われてる。行くぞ。あれまだボバ生きてんな。どっかの、どこだ、うん、ボバフェッターって言ってたよ誰か。いやー見えねえ。あとあれだよね、 CA 連射できるようになればいいのにね、少しぐらい。ほんとこれさ、3発有利なんだ。3発も厳しくないこの武器。まあいろいろ制限はありますよ ね。なんでこいつだけこんな制限食らうんだろう。強いです、強武器だからですよ。強武器かな。おお、全然強武、パルスキャノンより弱い気がするんだけど、どうでしょう。一発ですよ。誰も知らない、マジで。今のバズーカ一発も知らないっていう事象はどういうことなんだろう。誰、俺のバズーカに BB 弾詰め込んだアホ野郎。いっちゃえ。いやこれ死ぬよね。あー ATST がすげえうざい位置についてるよ。外、外の崖上、上にいるんでしたっけ。向こうガチだね、ガチ。これだったらもう中さ固めちゃった方がいいんじゃないのって思うんだけど。するとだよ、そこら辺に防御とかも取ればいいんだよな。なんだよもう、足速くなってほしい。ちょっとワイウィング3機で終わりじゃんこれじゃ。ボーヘッドも頑張ってんな。おい、行け行け。なんだ。おう。いやー、ちょっと視野きついな。ちょっとこっちの味方ちょっと後ろに引きこもり始めてね。中入れよ全員。中中中中中。中死守しようよ。爆弾投げて。もうこシールド邪魔やん。すげえいっぱい来た。よし、邪魔だよ。いやー外なんか出なくていいよ、もう中いろ中。よいしょ、止められてるよ。今すごいな。やったぞ、通信システムが起動した。何止められてんのこっち。あれか、紛らわしいやつだ。注意しろ、敵がエリアに侵入した。こいつすげえうぜえな。スカイウォーカー隊長が向かってる。通信が切断された、急いで回復するんだ。爆撃機が出撃した。いやーなんだよこっちの味方は。あの服紛らわしいね。ウォーカーのシールドが消失、破壊して。紛らわしいっすね。ねえ紛らわしいよね。あれだけで稼いでるやついいんだよ。腕大したことねえ。腹立つよね本当。イライラしてきました、イライラしてきました。やるよね。みんないつまでこいつに騙されんだよって。これ負けじゃねえかよ。どうすんのこれ。そういう時はですね、諦めてすごくなんかこう奥の方に行くとどこまでも行けるんです。通信機開けたよ。
よし、あの日本兵殺したぞ。あの日本兵ね、しつこくこっちの間に入ってこようとするからね、注意しといた方がいいよ。うん、まあ、あれはあれでずっと勝率上げてんだろうね。動きがプロいもん。反乱の間に入ろう間に入ろうっていうのがね、すげえね、見てて分かりやすい。あ、何これ、何これ、怒った怒った、何これ、ジャンプできねえじゃん。なんだよここ何止められてんのよ、向こう早くない、止められんの。大変ですね、誰もいねえじゃん。おお、間に合わなかったな。あら、わあ、あの日本兵見やられてんじゃん。どういうことよ。何こと。あんな日本兵にやられたか、本当勘弁してよ。チームはこっちから来るけど、来ない。来た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 。フッ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 。あー、スクロった。通信ステーションを確保した。敵に渡すな。帝国軍が通信シグナルを停止した。上から降ってくる系か。すぐに通信を回復して。ちょっと誰か、ちょっと通信機さ、上行かねえのかよ、左は。上から撃たれて上行かねえとか、どういうことなんだよ。いや、上行けばいいんですよ。まずすぎんだろ。上からボコボコに撃たれてんだよ。下で耐え抜くとかっていう、そんなルールねえだろ。耐えがたきを耐えてるんですよ。いやいや、ちょっと状況読もうよね。状況読もうね。こっちが正々堂々やったって、向こうは正々堂々やってくれないぞ。中傷。あら、ほんと一発で死なねえな。何これ。あ、また来たまた来た、日本兵が来た。この日本兵はなんで2発やってんのに死なねえんだろう。あれ、今って殴り50じゃないの。50っすよ。マジで。どういうこと。なんかプロテクターかなんかあんのかかもしれない。マジかよ、聞いてないよ。難しいわ、強いけど難しい。上に行きたい、上に行きたいんだ。木を登っていく。止めちゃった。よく動くなおい。あ、くそ、日本兵にやられたんだ。もうすっかり日本兵やっちゃったね。また日本兵来たの。そこか、大丈夫か。先進めない。日本兵はどこにいる。いねえじゃねえか。わざわざ戻ってきたの。日本兵上から来るよ、上。誰だから、誰か上行こうよ。もう永遠なんか日本兵にいいように駆られてんだけど。結構何人ごとやねん。よし、ギャー、行き過ぎちったよ。なんかとんでもないとこ出た。さあ、どこにいる敵は。下にいるな。これ当たんねえんだ、すげえ悲しい。ほら、日本兵また上いんぞ、これ。通信システムからの信号が停止。再起動して。はい。今ここに止まったためだ。
ったよ。やばいやばいやばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。通信ステーションの起動に成功。うわドロイドの杖。なんであれ知らねえのよマジで。ダメなんだな。大変ですね。もうすぐワイウィングの攻撃が始まるわ。残っちゃったよ。こりゃ勝てねえな。全然出てねえぞワイちゃんが。おう。ワイちゃんが全然出てないやんけ。アイテム取れねえし、もうほんと勘弁しよ。 CA じゃ何もできねえっすよ。 CA じゃちょっと APT 攻撃できないっすね。強武器じゃなかったのこれ。俺強武器じゃねえのかよ。弱武器じゃねえか。よしよし、じゃあこれで攻撃してんの。 APT で攻撃したら CA でダメージ入らないです。あら、引っかかっちゃった。足元で頑張ってるんだよ。引かないっす。無駄な抵抗をやめるんだ。無駄な抵抗だったな。これはちょっと、レンガ来ちゃった、レンガ。いや、きついね。ちょっと誰 CA 強武器とか言ったの。ひどい話だよこれ。一発二発で死ぬでしょ。 ATAT 何もできないでしょ。そういえばおっとってすげえ重大な結果。そういえばね。ね、押せよって感じだよ。あ、76になりましたよ、ようやく。2ヶ月ぶりにレベルが上がりましたよ。おぉ。え、今、最高いくつなの？今、90ですよ。え、もう無理じゃん。いやー、無理だな。90まで上げる気力はねえよ。でも、次来たら上がるんじゃないですかね。100？ 最後。どうなんですかね。でも、あの、90まで上がれば、あの、日本兵できるんでしょ？ 90 だったかな。違うの？あれ最悪だよね、あのコスチューム。何あのコスチューム、ほんと凶悪すぎんだけど。あのこういう森とかで視認性悪いとこだとなかなかね、やり込めばやり込む人ほどあれ攻撃しづらくない？味方だと思っちゃって。初心者の方がやりやすいよね、とりあえずぶっ放すから。ちょっと見よう。日本兵いくつよ。何あれ。日本兵おらんなったよ。ん？あれなんか。日本兵を。え、何これ。おらんなった。なんか変わってるよ。え、どういうことこれ。あ、ストアってとこでやんなきゃいけないの？ほんとクソみたいな変更ばっか加えんな。あ、日本兵仲間になったのか。嘘。スパイが来た。ちょっと待って。仲間。日本兵どれだ。あ、いた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 。レベル90だってよ、隊長さん。舐めてんの。そうなんだ。うん、レベル90らしいっすよ。いや、無理だわ。あれ使えねえよ。選ばれし者だな。じゃあ、やっぱ90だからだな、俺。すごいよね、隊長。90まで上げたんでしょ。どうしたらそんなことできるの。やりゃできる。ちょっと頭がおかしいと思うんだけど。90までやったわけでしょ。いや、それやりゃできるけどさ、やれる。やれるかって感じだよ。まあ、これで4倍キャンペーンがあったからさ。あ、そうなんだ。でも4倍でも俺90無理だよ。ポイント出た出た、主婦が来る。ポイント4倍、ポイント4倍だよ。お得でしょ。4倍でおばちゃんが来た。4倍ね、4倍。お得よね。お得かな、その時間もったいなくね。それだったら意味ねえ。それは言っちゃう。いや、でもあれだね、このゲームは誰かとやるんだったらありだね、誰かとやらないんだったらなしだね。
黙々とはできない。あ、まあ BF もそうだけどね、一人でやってもイラッとするだけなんだもん。だって解剖さんディビジョンだってそうでしょ。いや俺一人でやってますよ。本当イライラしてない？大丈夫？うん、バチシ。ロシア領事館でイライラしてない？ロシア領事館は大丈夫かな。あ、そう、あのクソショットガンにイライラしてない？でもだいぶ弱くなってますよ。あ、そうなんだ。うん。あのカチカチ面、本当死ぬべえのにと思う。あれベータより強いよね。あのショットガンベータと戦ってほしいもん。あのですね、私またあの T21 万とペアを組んじゃいました。反乱軍のワイウィング航空チームを無力化してやれ。反乱軍のベータ教員狩りを味わう。後ろがそういうなんか引きがいいよな。引きいいのかな。前線出れないですよ逆に。反乱軍の何持ってこうかな。俺も T21 持ってこうかな。地球対象ねえ、強いじゃん、強武器じゃん。強武器ですよ。大社さんが言う強武器、強武器じゃねえからな。致命的欠陥が多すぎる。いや、T21 だったらええねん。ATT も大丈夫ですよ。大丈夫かな。目の前に敵とかいない？大丈夫。最後。あと、毒ガス持ってこようかな、そろそろ。僕のメイン武器である毒ガスちゃんを。いいですね。ねえ。でも毒ガスにすると確か足速くならないんだよな。そう、うん、確かカード違うんだよ、デッキがね違うから。ああ、あれこっちすげえ抑えてんじゃん。どうした。人は別にそんなん。うちのベイダーちゃんが超強いのかな。なめんなよ、なめんなよ。ゲリベンジューをなめるなよ。ベレッベレッベレッ。腹下し中。通信ステーションに急げ。通信ステーションに急げ。ラジャー。おラジャーって言いたいの。ラジャーラジャー。そう、ラジャーラジャーラジャー。撃て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 。撃ってるよ。ねえ、本当だよね。撃て撃て。ベータさんすんげえ強いんだけど、こっちのベータさんやばいよ。すげえフォースを感じるんだけど。ガリガリ前に行ってるよ。ガリガリすぎて怖いんだけど。俺あれ敵だったら泣いちゃうな。めっちゃ止めてる。すごいね。ね。めっちゃ前に行ってるな。最前線ですげえ独り言言ってるようなベータさん。一人もとか。めっちゃ前に行ってますね。前に進め。前に進め。進みます。すみませんでした。またスパイみたいになっちゃった。ほら死んじゃうぞビタルで。うっふー。チンタラしてんだよ。シンペ。で、やられちゃった。ということで、T21 か。T21 でゲリベンジをやめて。T21 ってどれ？これか。あれ？ T21 って単発だっけ？違うんだっけ？単発ですよ。単発だっけ？これフルオートじゃなかったっけ？いや。T21B だよね、単発って。そっちにしよう。うん。うん、賞金稼ぎ、賞金、あれ賞金稼ぎって何の意味があるの？何でしたっけね。なんかこの辺りにスカイウォーカーのどうしようもない武器を持ってきてしまったかもしれない。ヤストの戦いに備えろ。ヤストの戦いに備えろ、親父。あ、親父さん死んじゃいそうだけど。ATT 転がってるよ。痛い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 。はい、見つかった。うん。最近見つかった。誰か ATT に乗るんだ。別に乗んなくてもいいけど、乗んなくてもいいけど。攻撃を受けている。通信機が開いてる。開いてるよ。敵の通信システムを停止させた。
再起動を許すな。ウフフフ、こっそりこっそり。狙撃マンさんにやられた。なんだ、スキャナーが反乱軍の通信ステーションの軌道を検出した。一人やられた、二人やられた、三人やられた。よし、エティティーズ。ウフフフ。いてていて、一個空いてんじゃん。ワイウィングがクリア。ヒロ、いよヒロ落とせる。反乱軍の通信を遮断した。この調子で反乱軍を中にルークが、あ、出てきた、あ、出てきた出てきた何の実況よ何の実況なんだよあー、ごめん、出てきた、叩け。めちゃくちゃウケんだけど、あー、出てきた出てきた、そら出てくんだろうよ。敵の爆撃機にロックオンされている。お、ヒーロー死んだよ。ゲーム実況だな。そら、ルークさんだって出てきますよ、たまに穴蔵から。穴から出てきたルークスカイウォーカー。反乱軍のワイウィングがウォーカーを照準している。よどこに敵がいねえんだけど。シールドが破られた。どこですか、ね、ウォーカーを守れ。お、いいよ、ガス、いいよ、ガス、いいよ、いいよ、いいよ。あれ回復し、あれおかしいな、回復するカードを使ったはずなのに回復してねえよ。敵はかなりの数だ。敵はかなりの数だ。そんなの知らない。あ、デンガだ、デンガ。痛い。いやー、ちょっと連射ができないのきついな。やばい。もう振ることになっちゃったんですね、体が。ねえ、うちの相方ちゃんが後ろすぎてビビる。後ろすぎるよ。これつらいわ、行くの。行くのつらいわ。広すぎる。デンガさん一人で頑張ってんぞ。いいのか、デンガ一人で頑張って。デンガ止めてるじゃん。頑張って。頑張りすぎだろ、あれ。だから給料払ってやるよ。ただね、デンガーさんってね、何がいけないかって言ったら口が悪いよね。口が悪い口が悪い。悪人だからね。お上品ではございませんよね。口が悪い。上品さ求めてどうすんだよみたいな感じで。血が悪いのと見てくれが悪い。見てこないし。でもすごいな、電化使ってる人すごいな、すごい生き延びてるね。いやー、これは頑張ってますね。ね、頑張ってる、頑張ってる、やることね。通信機潰されちゃってるよ。デンガ自ら進むためにいい。おお、これ食らうんだ、マジで。フォースプッシュとかって少しずれたら判定消してほしいんだけどな。お、スカイウォーカー死んだよ。反乱軍のクズ、すごい。皇帝陛下にスカイウォーカーを倒したと報告した。反乱軍のクズかとか、ほんとこのゲーム口悪いよね。敵を確認した。撃て撃て。オペレーターのクソさ加減もどうにかして。っていうかさ、あのシールドあるじゃん。あのシールドってレーザーを弾くっていうのはまあ説明書いてあるからいいんですよ。なんでグレネードとかまで弾くの。すげえ腹立つんだけどね。なんで？仕様がね変わりましたか。そんなの書いてないじゃんって話だよね。
の通信システムを停止させた。前方に敵。前方に敵。もっともっと感情込めて言ってください。どうぞ。感情込めて。こっちは必死です。どうぞ。そういう演技指導なんですかね。感情込めずに。あれ当たんねえじゃん。前方に敵だ。撃てじゃねえよ、ほんとよ。大変なんだぞ、撃つの。逆ミリをすると。で、なんかやられてきた。やばい。足元がダメだった。気をつけろ。死んじゃう。集中砲火。よし、エアスピード1台、いいか。いやお、カイロコさん、APS いいか。待って、いいか。頑張って。えい、頑張れ。俺、そこに乗せて。ん？そこに乗せて、カイロコさんの頭に乗せて。オリビアいいかな。俺じゃないの。すげえ、トリッキーな動きをしてる。もうあれだな、向こうは上にこもっちゃってるね。降りれない。下に出てこ、下に入ってこないよ。どうしたの、海保さん。ハマってんの。ハマって、ATC ハマって、あれ、降りれない。何やってんのよ。ここ戦場ですよ。降りれない。降りれない。どっからか思ったの。わからん。ここから降りればいいじゃん。ちょっとあれだよね。多分ここら辺から登ったはずなんだけどね。前だよね。免許制しなきゃダメだよ、ね。ちょっと特殊免許。ねえ。あ、降りた。俺降りた。おお、よかったよかった。ちょっと面出しはもうダメだな、乗っちゃ。事故るから。ここら辺が。ロシア軍が通信ステーションを起動した。停止させなければ Y ウィングに爆撃を受ける。取れなかった。ちょっと味方に当たって死んじゃったよ。ひどい話。本当、うちの相方ありがてえや。崖上にいてくれて。もうちょっと前来てんだけどな。今頃言われるのでね、あの ATC 内緒なんだ。難しいな。いや、この間乗ったら奇跡やな、やっぱり。乗れねえよ。エアスピード待機してない。反乱軍が通信ステーションを起動した。停止させるのだ。停止させようとしに行った。お、エアスピードか。いやー、うちの相方ちゃんは何をやってるのか。崖上でずっと攻撃してるな。よし、まもなく反乱軍の戦闘機が効果を攻撃する。あらら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 。注意しろ、大分のストライクが来る。奴らがウォーカーを狙っている。あぶねあぶね。バリ貼っといてよかった。ウォーカーにハープーンが命中。ハープン命中したらしいっすよ。おう、お疲れちゃん。よし、ダメだね、 T21B。 ちょっとやる気起きない。やる気よ。ダメだな、いまいちやりたいことがやれないね。やりたいこと、なかなかしっくりこないっすな。しっくりこないっすね。次何使おうかな。何がいいんだろう。このね、バトルフロントは武器に悩むね。そして賞金稼ぎいらないね。なんだか効果が分かんないけど。どうします、ここやって終わりにします？そうそう、3時です。そうですね。いやー、なんだかんだ言ってこのクソゲー結構やるね。
クソクソ言いながら、ちょっと強調やってる。強調させてもらいましたけど。まだそこそこ人がいるんですよ、まだまだ。ね、いるね。ちょっと最初の10分ぐらい事故ってたけど。入るまでが大変だね。そうっすね。見えないですからね、サーバーが。なかなか困っちゃうよと。エスケープ、ちげ、第2デッキ。ガス、賞金稼ぎは、スターカードのクールダウン、どうでもいい。エスケープ。武器何しよっかな。無理だよね。最後はこれでやろうかな。遠いよな、これ。やった。通信システムが起動した。やった。おめえ、ほんとオペレーターや。通信機起動したら勝ちだと思うんじゃねえぞ。そっからが大変なんだよ。ねえ、ほんとだよ。お前ただ上から見てるだけかもしんねえけどって。お前、オービタル以外にやれることあんだろ。やれや、仕事。切れてる、切れてる。よし、家だ。俺も家だ。お。通信ステーションの帝国今日ロック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 、うん、何が何言ってんの、それどこに近くしたっけ、うん、いい加減ここやべえな、ハマったハマった、山にハマったよ、撤退します、さよなら皆さん、さよなら、また会う日まで。めっちゃ逆持っちゃったよな。いやー右来てるよ右。あ、そうっすか。あー ATC と一緒に来てるんだよ。そちら大変。やばい。うちの相方ちゃんが超しょうもない。また崖上にいる。撃て撃て。当たりを引きますね。ねえ、しかも崖上のですね、敵のリスポーン地点にいるっていうね、地獄みたいなところ。なんでこんなところにいるのみたいなところにいるんだよー。戻るのに命がけだよ。あ、それ俺に。ほらー、経験やられたし、もうほんと。この相方なんなんだよ、こいつ。アホかよ。あれだよ、意図を教えてほしいよね、あそこにいる。驚かしてる。俺もそこに行っとったね。もう上に、まあでも学生の上に行ってもね、通信機食べられないからね。ねえ、上いっぱい出てるよ。敵が来ないな。来ないね。後ろから来んな。どこにいんのこれ敵。敵が今んとこわかんねえな、位置が。右はね、なんかチラチラ来てるっぽいんだよね。バイオウィングがウォーカーをロックした。右が来てんだけど、右もなんかでも散発的なんだよな。やばいやばいやばい、ハマってるハマってる。外した。くそー。いやー、ロマンガルナシティは。あ、長距離だった。長距離だ。長距離なんか、こんなのは無理です。うわぁ。目の前で味方が吹っ飛んだ。何か武器を。誰か、武器をくれ。攻撃ができない。何か武器を。お、右いっぱい来る。シエ。右来てるよ。来ない。パパパパパ。何か武器。アラバナみんな使ってますね。いいですね。強いですよ。飛行機。誰か飛行機に乗るんだ。誰か乗ったみたいだ。行こう。飛び出たらやばい。いや。誰か右から来てる。最右から来てるぞ。
僕のドロイドちゃんがいいとこ行かなかった。はい、ごめんなさい、後ろ。あー、やめた。早い。十分に警戒するのだ。大丈夫。撤退します。撤退、撤退。さあ、通信機は警戒ぜ。やべ、こっち優秀すぎんな。もうスタンバってるやつらがすげえいる。はい。前にはですね、ちょっと遅れてますね。中行く、中。敵が中行くぞ。中集合。大変だ。大変だ。大変だ。もう中で待っている。味方も待っている。いいぞ。優秀だな。わお。ベーターがいる、ベーターがいる。ベーターが来た。ベーダーなんてぶっ飛ばしちゃえ。ベーダーも死ぬで。はい。飛んだ瞬間。飛行機に引かれた。またレアなことを。飛行機に引かれる。飛んだ瞬間に。そうだ。またなんか、楽しみにしてますね。いった、もう、引っかかっちゃった。あ、もう、やべ、うちの相方ちゃんがヒーローだ。ヒーロー、ヒーロー。あ、またね、外止められちゃったね。無理だな、無理だな。いった。いやー、なんだよ。この歩兵タレットの正確な射撃、どうにかなんねえのか。ちょっとレイヤー、後ろから来てんだけど、ベーダーが。あ、倒した。お、すげえ。こっちすげえ。ベーダー倒しちゃったじゃん。早いね。あー、もう、そうだね。タレットが邪魔くせんだよ。背中ぶっ壊して。いやー。無人 ATT やられるな。話いいとこに置いてね、そのままこれって。もうあの ATT 邪魔だな。外はすごい来てるね。これ一番右から回り込まねえと結構ガチガチに固められてんだよな。出れないっす。レイヤー、レイヤー行ってる。レイヤー突っ込んだ。レイヤー突っ込む。レイヤー、うちの相方ちゃんなんだよ。たぶんレイヤーは。なんかを守るしかないのか。外は来たの。向こうは外ガチガチにか、あ、デンガー来るんじゃない？これ中。中と作るでしょ。その近くにデンガーがいる模様。見つけ次第撃て。撃たれて何すんだよ。撃て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 より嫌じゃない。見つけ次第撃て。ほら見つけて撃て。当たり前だろ。そっちできねえよ。どこなら設置できんだよ。いった。電が当たんだ。できた。ATAT はシールドを消失。破壊するなら今だぞ。これどうすんの？ ATT どうやって攻撃するへんのよ、これ。よし、本気してる。飛行機あんじゃん、飛行機。ラスターちゃんも、本気してる。撃て撃て撃て、撃て撃て。これ中来るよ、中。中。通信機行きまーす。ガス巻いていこう。いや、しんどいなぁ。あ、電が、もう、電が通信機来てんの。早い。嘘、電が来てんの。賞金稼ぎの電が来てますね。こっち倒しちゃうからね。もう倒されてる。
今修行。なんだね。おお、これダメなんだ。エバカさんすげえとこいんな。ん？船の上。あ、船の上？結構押し込まれてんだよな。いや、こっからだったらオービダル落としやすいかな。オービダル落としやすいって。そんなに持ってない。あ、もう引っかかったよ。くそ。やりづれ。ちょ、行きたいとこまで行かして。ガス投げてよ、ガス。セカンダリーテープ。あ、ヒーロー転がってるよ。マイウィングがターゲットをロック。あ、いいや、いらね。邪魔だよ。あ、死んだ。いやーわー、たかがペラ2枚で俺を守れると思うの。あー、足りなかった。もうちょっとだったのにな。えらいことですな。マイウィングが照準システムで目標を捕捉。もう中ばっかり。通信ステーションの起動に成功。敵の攻撃に注意して。ねえ、これ倒せないの。もう無人 AT 超邪魔。でも中ばっかりいいんだったら守りきれんじゃないの。あいつ来てますけどね。おお、し、前ね、前に行ってる。いいね、いいね。前に、前に、前に行け、前に。マイウィングが敵をロックした。気をつけて、ストームトルーパーよ。上から来てるかな。いやー、待たれてんな。上から回りてえな。上から回るか。おう、上には ATST がいたのね。うっそー。信号が停止。再起動して。どこだこれ。海賊さん、危機的状況になってる。どこだこれ。だから、この間素晴らしい活躍だわ。通信ステーションの起動を確認。うれ！撃てて、撃てて。これ死なないよ。きちい。あ、危ねえ。どうした？サーマルが。それやばい。時すでに遅し。おお、すごい当たるな。これはきついな。うちの相方ちゃんが今度逆にすごいやる気出してるからすげえ困る。難しいですね。どうですか。難しいな。よく商品稼ぎを倒した。なるほど。お、ありがとうよ。ありがとうよ。ここにはタレットがいいんだよな。どうした。ナイス。注意しろ。敵はタスで勝っているぞ。
アイウィングが目標を操縦システムでロックした。ダメ。さあ、そろそろ Y じゃない？ワイワーイ。すげえいっぱい出てんだけど。ね、出てるね。結構押し込んでっかんね。すごいね。さあ、カラボナ。なんだかいけそうな気がする。いいんじゃないでしょうか。いけるんじゃないでしょうか、これは。あー、なってきた。よし。オービタル。もうエアスピードだな。ブルブルやるとして失敗したかな。落ちるがいい。なんだか引けそうな気がする。よし、集中攻撃。なるほどね。これで押し込んでるから敵も来ないんだな。来た。来ましたよ、帝国軍が。重い。なんだかいけそうな気がする。あると思います。イエーイ、ヤッホー。勝ったね、勝った。いや、よかった。久しぶりだな、最後勝てたの。そして人がいっぱいいる。ね、人がいっぱいいる。ということで、僕たちは席を開けてあげよう。いや、いいっすね。どうするの、隊長さん、来週やるの？うん。え？来週、どうします？どっちでもいいけど。え？あれですか？新しいやつですか？新しいやつでも。やってみます。もしかしたら俺そっからもうディスクを割るっていう感じになっちゃうかもしれないけど。いやー、もうなんかあれよりはまだいいんじゃないですかね。さあどうでしょう。まあでもとりあえず久しぶりにできてよかったです。いやー、誘っていただけなければおそらくもう やんなかったと思うからありがたいです。まあたまにやるといいんじゃないでしょうかね。そうですね、なかなか新鮮で。じゃあ、パッドで FPS どうでしょう。本当だよね。やってらんねえわ。やってらねえ。やってるやつらバカじゃねえと思うよ。本当難しいよ。もうグリグリが難しいよ。いや、でもなかなか面白かったんじゃないでしょうかね。いや、まだまだ人がいるっていうのはいい頃ですよ。それ一番でかいね。まだまだ人がいたっていう。うん、でも僕はもう配信はやらない。みんなで集まった時がやらないってそう思いますけど、まあ、よかったんじゃないですか。まああれですよ、あの、はい、何コミュニティのアプリがあるの。うん、じゃあできたできた、それ入れときますよ。そうすればでしょ、書き込みあったら分かるんでしょ。そうですね、うん、了解です。じゃあそれ入れておくので、まあまたなんか誰かが書いた時に参加するような形にします。はい、いや面白かった。じゃあこの辺りで、はい、お疲れ様でした。じゃあまた遊びましょう。お疲れ様でした。